予報外れの雨降り出して、また今日もついてないなって、うつむく君に傘をあげよう。悲しいことは続くけど、それだけまたいいことがあるんじゃないかって勝手に思っているんだよ。嫌われるのが怖くて作った笑顔も話し合わせて、ついた嘘も知ってる知ってる、僕は知ってるから、愛してみてよ信じてみてよ、僕の全てをあげるからさね、弱いところ見せていいんだよ、だから お待たせしました。キャスラボオンライン始まります。さあ皆さん聞こえてますでしょうか。大丈夫でしょうかね。はい、大丈夫そうですね。はい、ではスタートします。キャスラボオンライン、この時間はですね、皆さんキャスティングアーティストシンジケート、キャスルズ、そしてキャスアーティスト、キャスサポーターを結ぶオンライン企画です。今日はですね、こちら今映っている、テトさん、吉野さん、小雨さんメインキャストとして、番組3時間近くにわたってオンエアしていきます。よろしくお願いします。そして皆さん、今ツイキャスで収録してますけれども、皆さんからのコメントがこんな感じで画面上に出ていきますので、ぜひ気軽にね、コメントとか、あとアーティストに対しての質問とか、まあリクエストを応じられるかどうかわからないですけれども、質問とかコメントとか、パチパチとか、あとツイキャスで収録してますので、アイテムを流れます。延長コインを投下していただけると、皆さんね、延長して見ていただけると思います。 YouTube でご覧の方は、ちょっとね、そこら辺コメントとか、チャット欄があるので、後でね、オンエアの時にね、チャット欄にコメントください。リアルタイムでね、アイテム投げたり、質問とかはできないんですけれども、YouTube は YouTube でね、それなりいろんな楽しみ方があるので、皆さんね、プレミアオンエアで見ている方は、こちらもね、ぜひ楽しみにしてご覧ください。さあ、今日はですね、こちら、小雨さん、吉野さん、テトさんなんですけれども、ちょっとテトさんがね、ちょっと後から参加という形になりますんで、番組前半の方は他のお二人さん、吉野さんとね、小雨さんで、オンエアしていきたいと思います。さあ、スタンバイしていただけてるんでしょうかね。ぼちぼち呼び出していきたいと思いますよ。さあ、どうでしょうか。今日はね、なんか小雨さんも、もし時間が許せば、外からとかっていう話をしてたんですけれども、なんとね、ちょっと雨天らしくて行けなさそうというね、連絡はいただいたんですけれどもね、どうなるでしょうか。はい、先にやってきたのが吉野さんですかね。はい、吉野です。こんにちは。とりあえず音だけ出しときます。あ、小雨さん来ました。皆さん揃ったら動画出しますんで、ちょっと待っててくださいね。あ、小雨さんも来ましたね。小雨さん、今日は大丈夫ですか。大丈夫です。音大丈夫ですか。聞こえてますね、一応。大丈夫ですか。 iPad なんで多分大丈夫なはずです。ブチブチ言わない感じですね、今日は。 iPad なんでパソコンじゃないんですよ。はい。あ、でもちょっとなんか画角が変わって、ちょっと新鮮な見え方してますよ。ちょっと変えてみてました。あ、うん、かんな。はーい。
じゃあまだねちょっと音だけなんですけれどもね、簡単に、自己紹介をしていただきましょうかね。ちょっと待ってくださいね。よし、はい、じゃあひとまず画面出します。どん、はい、どうもこんにちは。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 大丈夫、聞こえてます？聞こえてます、はい、リスナーの方もバランスとかなんか注文があったらどんどんメッセージの方にね送ってください。はい、では向かって左側に映ってます小雨さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、小雨です。来年も高校1年生な高校1年生です。ね、どういう来年も高校1年生な高校1年生です。すごい紹介です、それ。この前も同じでしたよ、はい、いつもそれにしてます最近は。あ、そうなんですね。そうです、それでずっとやってます。わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で右が吉野さん。はい、私は来年は大学生の高校3年生です。吉野です。そこ動くよね普通はね。はい、動きますね、はい、私は。はい、はい、ということでね、はい、こちらのお二人、アーシャーもう一回出しますね。こんな感じの、お二人、そしてあとでテトさんがなんかバイトかな、バイトがなんかあるとかって言って、はい、バイト明けで、テトさん上がってきていただけるという寸法になってますんでね、皆さんお楽しみにしていてください。はい、ということでもう一回画像出します。はい、小雨さん、なんかあれですね、はい、部屋の全体像がこれで分かりますね。全体像っていうのは何、あの、いや、なんかいつもと画角が違うじゃないですか。ああ、はいはい、そうですね、画角を違うんですよ、うん、iPad なんでちょっと変えてみようかなと思って。あ、なるほど、新規一点で、はい、そうですね、いいですね。あと部屋が隠れてない部分を隠そうと思って、そう、一層この位置に隠せてますか。隠せてます、多分。本当に多分大丈夫、多分そうかな、大丈夫、はい、やばい、わかりました、はい、やばい。いや、でもなんかあれですね、部屋、立体的なお部屋なんですね。立体的なお部屋とは？いやいや、あの、2階建てになってるっていうね。あ、ロフトベッドなんですよ、うん、そう、部屋が狭すぎてベッドが置けなくて、うん、それで上に。あ、そうなんですか、部屋狭いんだ。狭いですね、うん、なんか見る限りはベッド置いたら半分なくなっちゃうんで。あ、そうなんだ。見る限りはなんか広そうで居心地はそうな。これが下に来たらもうちょっとしかないですもん、幅が視界の範囲が。そうなんだ、減っちゃうんですよ、まあ、見えてる部分とね、見えてない部分の差っていうのが意外とありますからね。見えてないところがですね、うん、なるほど、わかりました、小雨さん。はい、そして吉野さんは今日は顔出しなし。今日はなしですね。なしで、はい。たまには顔出し したりはしないんですね。ちょっと今日はあの整える時間がなかったので。あ、整える？何を？部屋を？いや、部屋とか顔とか整える時間がなくて。を整える時間、うん、まあそうですよね、はい、女性ですもんね。はい。まあ、ダンスだったらね、ひげを剃るだけで整われるんですけれどもね、なかなかね、うん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 、女性はね時間かかりますもん ね、 そうですね、化粧とかね、うん、ありますから。まあ、化粧で、化粧だけで整えるんだったらいつでもねいけそうじゃないですか。そうですね、いや今日はちょっとあたふたねしてたので。あ、そうなんですか、何をしてたんですか。時間が年末、今日はね、あのお掃除とかもあったので。お掃除ね、はい、掃除しないとね、この季節はね。そうなんですよね。そう、小雨さん、お掃除は終わりました？お部屋のお掃除はとりあえずこの前したので。はい、あとは次は何のお掃除？ちょいちょい、なんだろうな、
まあ部屋の隅っことかコード関連とかそこら辺ですかね。コード、あの接続パソコンとかのとかもあるし、はい、ギターの弦も変えたいんで、それもそれ掃除みたいなけど張り替えようかなと。なるほどね、新規一点な感じでですね。年末にありがちな感じですねそんな感じですね。わかりました。いや本当にね、年末早いもんで、なんだろう、もう年末かなっていう、そんな驚きでしかないんですけども。そうですね、そう、2人ともなんか年末っぽいことまだ残ってます？これからっていうのもありますか？年末、でも年末感が今年はなくて、はい、なんというか本当に。そうなんですよ、クリスマスはなんか家族でパーティーとかやったんですけど、はい、なんだろう、でも年末って感じがあんまりしないですね、私は。そうですか。はい、まああんまり人も外歩いてないしね。そうなんですよね、コロナとか ね、 そうですか。吉野さんも関西でしたっけ？そうなんですよ、ね、関西です。関西一足先にね、コロナが結構大変だ大変だって言って、今ちょっと落ち着いてきました。そうそう、ちょっと、うん、いやでもこのなんか第3波が結構来てるみたいなので、はい、ちょっと危なくてあんまり外には出れないかなって感じなんですけども。東京は今ね、はい、結構やばい感じですけれども。そうですね、熊本の方はいかがですか？熊本は毎日20人前後ぐらい出てて、まあ、あんまり外には出ないでおこうかなみたいな。レベル5なんで警戒レベルが、県の中の地域みたいな感じのがレベル5か4かぐらいだったので。そうだよね、人口にもよるからね、人数ってね。そうですか、わかりました。まあ、本当はね今日は外からね、つなぐっていう話してたんだけど、ね、雨なんですよね、雨なんですよ。曇っててたまに雨が降るみたいなんで今日は。そっか、東京ね、あの年末っぽいなんかいい天気で、ここ連日富士山が綺麗に夕焼けで見えてますけれども。へ、吉野さん大阪の方は天気はどうですか？大阪はね、もう晴れです。あ、晴れで、はい、綺麗に。なんか小雨さん、この間も雪降ったし、どうしたの熊本？いや、なんかわかんないんですよね。この前、なんか氷点下2って4度でしたっけ？それぐらいでめっちゃ寒かったし、雪降ったし。どうした？どうしたんだろう？熊本だけなんか温暖化じゃなくて寒冷化してる？夏は温暖化？冬は寒冷化？最悪？しんどい。いや、小雨さんがなんか街を冷やしてるとかそういうんじゃないですよね。いや、私はもう寒がりなんで冷やしたくないですね。名前が小雨じゃないですか。いや、小雨って、あの、雨が嫌だから、大雨が嫌だから小雨にしたってちょっとあるんですよ。なるほどね。ああ、そうなんですよ。そうですか。ちょっとあるんで。なるほどね。それがでも災いして、あの、晴れでも小雨になってるかもしれませんね。ああ、あまり良くない。いやいやいや、はい。まあ、大雨よりはいいということで、はい。ということでね、雑談もちょっとこのぐらいにして、皆さん、もう常連さんですね、二人ともね。常連でもないか。吉野さん2回目だっけ？ね、2回、いや、リアルで出してもらったのと、で、今回オンラインが2回目です。オンラインは2回目。まあ、はい、2回出てるともう、この後何があるかわかりますよね。そうですね。まあ、前回は遅れたんですけど。あ、そうでしたっけ？そうでしたっけ？はい。はい。あの、質問バトン。はい。改め、質問バトル。バトル。はい。です。2人しかいないんでね、あのバトン渡してもしょうがないんで、バトルということで、卓球とかテニスみたいに打ち合いしていただくって感じで、年末のね、まあ羽子板でもいいですよ、年末を打ち合いしていただくって感じでお願いしたいんですけれども、質問でたまにあのコメント欄に面白い質問が上がってきたら、僕がちょっと割り込んで質問させていただきますんで、はい、ではまず年末最後じゃないけど、そうだね、お二人は最後かもしれない、年末の質問バトル。じゃあ小雨さんから吉野さん、吉野さんから小雨さん、じゃあ質問お願いします、どうぞ。年末、いや年末っぽくなくても大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？あ、
どうしようかな。とりあえず年末っぽい感じでいこうかな。今年はどんな一年でしたか？今年はどんな一年？いい質問かな。いやでも結構私は大学受験とかコロナと重なったりしてたので、なかなか忙しい一年だったなと思います、そう、結構最後らへん、後半が結構ドタバタしてて、ずっと、大学の資料をもらったりとか、その書いたりとかずっとしてたので、忙しかったですね、ちょっと今年は。お疲れ様です。ありがとうございます。小雨さんはどうでしたか？私は、なんだろうな、まあ、なんて言うんだろう、今年はもういろいろあって、いろいろ重なって重なってな時期だったんで、ネットもリアルもいろいろあったりしたけど、でも今っていうか最終的に終わりよければ全てを素敵な感じで、今はすごい楽しいので、いい一年だったのじゃないかなと思ってます。いや最後がいいとね、やっぱり締めくくりがいいと気持ちよく終われますもんね。なるほど。私からいいですか？どうぞどうぞ。すごいすごい話は変わるんですけど、はい、小雨さんの地域ではグッパってどういう掛け声しますか？え？グッドッパでありますね。グッドッパ。うちはグッドッパで分かれましょうか。グッドッパで分かれましょう。私はグッパで分かれましょう。ピンポンって言うんですよ。え？ピンポン。何それ。え？知らないですか？嘘、知らない。マジですか？そんな言うんだ。ピンポンなんですよ。ちょっと個人的にいろんなところで分かれてるので気になって聞かせていただきました。あ、やっぱグッドッパなんだ。グッドッパですね。ピンポンって言わないのかな。ピンポンはなんか正解とかの押すときのクイズとかでピンポンあれな感じが、そんな感じがすごい。そうなんや。今のところ誰にもピンポンは会ったことがなくて、うちの地域だけなんかなって。へえ。コメント欄に書いてます。グッグッとパーで分かれましょうか。あ、一緒ですね。それだったら私も大体それじゃないのかな。あ、そうなんかな。すごいね、なかなか面白いね。これはもう地域を超えてやっているこのキャスラブならではのネタですね。そうですね。はい、はい、ではどうぞ続きをお願いします。続きを、なんだろう、続き私ですね、そしたら。お、じゃあ今の吉野さんの感じの同じような質問なんですけど、ちょっと気になってて、はい、こっちも言われて、せーのってなんかいろいろ言い方じゃないですか、掛け声のせーのって。それってなんて言いますか、ちなみに。せーの、せーの。あ、でもせーのってなんて言うかな。ちなみにこっちはせーのが3杯で始まります。三杯か。そうそう。ああ、でも三杯よりはせーのって言うかもしれない。あ、いっせーのでかも。あ、それも言うかもしれない。うん、そう、でがつくかな。いっせーので、なるほどなるほど。面白いな。面白いですね、この地域のギャップみたいなのが。ですね。それも結構あるよね、ローカルな言い方ね。はい、皆さんもコメント欄にぜひ書いてみてください。せーの、カズマさん言ってますね。やっぱりピンポンは私だけなんだ。ピンポン、あんまなさそう。なんか卓球部だからとかそういうんじゃなくて、
あ、でも確かに卓球部には入ってました。え、そうなの、うん、これマジで、うん、え、でもマジで、え、でも小学校の時は、はい、あのグッパでやろうって言ったらグッパでばっかりマシャピンポンってやってからやってました。かわいい。かわいいな。初めて、うん、よかったら使ってくださいピンポン。今度使ってみようかな。えって言われそう。何それって。じゃあクレジットに出店吉野って書いとけば大丈夫ですね。クレームは吉野まで。お願いします。わかりました。はい、どうぞ。なんだろう。じゃあ私はあのパンダがすごく大好きで最近。パンダいるよそこに。そこにも ここにもいるんですけど、このね絵も買ったんですよ、パンダのね。これも、かわいい。なんかそういう感じで最近推しているものとか好きなものとかありますか？最近なんだろうな、最近っていうかなんかしばらく前からっていうか、スヌーピーが好きで、あ、なんかグッズとかは持ってないけど、なんかなんていうんだろう、スマホの LINE の背景がスヌーピーだったりとか、スタンプがスヌーピーだったりとか、そんな感じで合わせてます。スヌーピーも可愛いですよね。あのピーナッツだと、あ、名前がわかんないな。でも主人公のあの黄色い服の男の子がね、可愛い。伝わる。私も名前がわからない。わからない。誰だっていいなっていう。そうですね。スヌーピーか。石黒さんはありますか？そういうもの。こっちに来るの質問。お、ダメですか？こっちに来るんだ。全然予期してなかったから、なんと答えればいいか。まあ、あの、そうですね。今、目の前にあるのが太陽の塔なんで、太陽の塔ってことにしておきましょうか。太陽の塔。太陽の塔はね、ミニチュアと、あと、グリコのおまけのなんかちっちゃいやつとね、2つありますよ。すごい、太陽の塔か。太陽の塔、え、かっこいいじゃないですか。かっこいい。いや、修学旅行で行ったんですけど、太陽の塔って行ったんですけど、見ただけで実際水族館行ったっていう謎の現象が起きてて。なるほど。よく見てないっていう。実際吉野さん関西だからちょくちょく見るよね。そう、ちょくちょく見るんですけど、ちっちゃい時から太陽の塔が怖くて。怖いんだ。怖い。あの映画でね、その太陽の塔がなんか悪役の、あ、あったね、なんて言うんだろう、そう、悪役のマシーンみたいになって出てくる映画があって、めちゃくちゃ怖かったです。そうなんだ。めちゃくちゃ怖い。そのままでも怖いけどね、あれ夜とかさ、赤く光ってたら怖いよね。怖いです、あれ。目から襲ってきそう。そうそうそう。怖いなぁ。そうなんですよ。なるほど。まあそんな感じです。はい、どうぞ。こんばんは。何があるかなぁ。あ、質問が私に来てるかもしれない。拾っていきましょうか。吉野さん、好きなパンダは誰ですか？くまちゃんはゆいひん。くまちゃんはゆいひん。私は、最近ね、タンタンが中国に帰ってしまうっていうニュースを見てしまいました。タン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 、王子動物園かな？タンタンが帰ってしまうらしくって。タンタンって何？ちょっと寂しい。タヌキじゃないです。タヌキじゃない。タンタンっていうパンダがいるんですけどね。帰ってしまうらしくて、ちょっと寂しい、ね。ジャイアントパンダ、タンタンが中国に帰ります。神戸市立王子、そうなんですよ。動物園にいたんだ。あ、そうそう。王子動物園にね、いるんですけど、ちょっと寂しいな、タンタンは可愛いから。あ、でも新型コロナの関係で遅くなってるって？お、まだ見に行けますね、これは。皆さん、帰る予定がちょっとわかんないけど、いつ帰るかってまだ書いてないかも。そうですね、とりあえず年末はいるのかな。う
そうですね。シャンシャンも好きです。可愛いんでね。事前申し込みが必要です。そうなんですよ。最近は動物園どこもね、あの休日は申し込みしなくちゃいけなくて。すごいな。12月10日寝起きのタンタンの動画がアップされてますね。これはなんかパンダ好きにはもうたまらないサイトがありますよね。たまんないですね。なるほど。はい、皆さんこちらで、はい、タンタン見れます。はい、うん、見てくださいね。タンタン可愛いので。どこが違うんですか？なんか全部一緒に見えるけど。どこが、え、でも結構その体の、でも歩き方もねちょっと違ったりするんですよ。な、歩き方とか座り方、座り方、寝転び方とかもちょくちょく変わってくるんですよね。これはあの、あれですか、ワークショップではなくて大丈夫ですか？あれ、どうしようかな。いや、なんか別のネタがあるんだったらいいですけど、なんかもうめっちゃこれ深掘りできそうな話題じゃないですか。やばい、ちょっと止めておこうかな、ね、いますか。はい、まあ、あとで考えてください。さあ、はい、あります、はい、皆さんからのコメントもね、先生かわいいとかね、せーの、一世のせ、あ、一世の、一世のせが多いよね。せか、せーのもあるし、せーのでっていうのもあるし、うんうんうん、ちょっとせーのは結構バリエーションが多くて、なんかこうずっこけるパターン多いよね、うん、せーので終わると思ったらなんか来るとかね、うんうん、続きがあったりするんだよね。 あれっていうのが、こっち長い、こっち長いから、うんうん、そう、そういうのもあるしね。リアルなこと言うと、自分は明日が仕事納めですと、そういう人多いかな、うん、明日か、月曜日、うん、あ、そっかそっか、はい、平面的な部屋とは、まあ、立体的だよね。上にだって自分の目線より上に動線があるってことはなんか立体的じゃないですかね。うん、そう、平面的な部屋っていうのはベッドがこう水平にあるっていう感じですかね。はい、はい、ということでコメントさん、コメントさんじゃなくてコメントありがとうございました。はい、じゃああと1問ずつ最後お願いしてもよろしいでしょうか。どっちだっけ、今パンダ吉野さんが来たから、僕に来たから、じゃあ小雨さんお願いしま す, です、ね、なんだろうな、周りを見渡す、あ、危な、後ろが、後ろが、後ろが、危ない危ない、なんだろうな、お正月に食べるものって一番好きなものなんですか？あー、お正月で食べるもので一番好きなもの、お魚の西京漬けです。西京漬けって何だっけ、何それ、え、知らないですか？西京漬けってなんだっけ、聞いたことある気がする。西京漬けっていうのが、あの西の京の、あ、文字で見ると分かったけど、西京漬けって言うんだ。分かりました。そう、西京焼きっていうか、西京漬けっていうか、サワラかな、美味しいやつだ、分かりました、これですね。美味しいですよ、美味しいやつだ。西京味噌をそのお魚に塗ってあって焼くんですよ、うん、それがね、美味しいんですよね、大好きです。美味しいな、美味しいな。え、でも正月食べるんだ。正月食べますね、うちは絶対出てきます。へー、うん、そう、じゃあ私はどうしようかな、質問、じゃあなんだろう、ここまで来てまずいなまずいなじゃあ私はギター始めて、まあ、そんなに経ってない、結構ビギナーなんですけど最初に、あ、一番苦労したコードって何ですか？一番苦労したコードは、
なんだろう、私未だにバレエコードが弾けない人間なのでそうなんですよ。やだ、一番最初にあの弾くのむずってなったのがなんだっけな、一番最初にギター弾こうと思って、うん、やった時は G が一番難しかったですね。G か、あ、でも G ってなんかあんまり弾いてない人からしたら変な指じゃないですか、うんうんうん、もうどうなってんのってなってますよ。こう、こうでしょ、え、こう、え、ってなってスレッドを押さえながらこうやって、こうやって、え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 、ってなってます。ずっともうずっとそうなってましたもん。めっちゃわかります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、質問こんな感じでしょうかね。そう、西京焼きって、まあ、僕もあの知ってることは知ってるんだけど、やっぱり北海道なんで、うちやっぱ東日本ではあんまり食べないですね。そうか、うん、西のやっぱ文化っていうか、西京味噌自体が西のね、京都の味だから。そうですね、はい、なんか西の方がポピュラーみたいですね。熊本でも食べる、西京漬けあんまり食べるイメージはないけど、うん、おばあちゃんと言ったら食べるときは食べるかなっていう感じ。まあ魚はねあるかもしれない。コメントありがとうございます。こっちはお正月はブリの照り焼きやなって。どこだろう、 S さんは東の人西の人どっちですかね。でも何かしら魚のなんかこう焼いたものとか保存性が高いものとかってあるよね。うん、そうですね、はい、そしてバレーコードかな。最初は F が難しいですね。うん、 F ね、めっちゃ苦労しました。でも実は F よりも B が難しいんだよね。あ、そう、 B がね、 B マイナーか。いや、 B メジャーの方が難しいよね。あ、メジャーか。あの横に3つ並ぶやつが難しいんですよ。あれ、今のね、ちょっと苦労してます。そう、 B マイナーはほら F がちょっとずれた感じじゃないですか。あ、うん、あ、 S さん東です。やっぱ東と西でやっぱ食べ物が結構違うっていう、ね、そういうところあるんでないでしょうか。栗きんとん、あ、栗きんとん食べるよね。あ、いいな、栗きんとん作ろうかな、うん、え、作れるんですか吉野さん。え、作れますよ栗きんとん。え、料理系女子なんですね。いや、もう母親と一緒に栗きんとんは大量に作ります。いいですね、はい。なんか意外と古風なっていうか、まあ、名前が吉野っていうだけにちょっと和風な感じなんですか。そうなんですかね。いやでも結構ケーキとかも洋風のものとかも大好き。あ、でも和食の方が好きかな、でもやっぱり。なるほど、うん、意外と食が詳しい吉野さん。小雨さんってなんか料理とかするの、なんか食べる専門みたいなイメージだけど。あのオムライスを作って何回も失敗して、なんかすっごいこれオムライスってなるより焦げたことあります。なるほど。でもホットケーキとインスタントラーメンとあとなんだっけ、卵かけご飯は得意です。インスタントラーメンとかそれって作れるっていううちに入るの。料理、まあまあまあ、なるほど。まあでもね、これからやってください。はい、あります。はい、はい。お正月は栗きんとんとか食べますねってね、うん、確かに B も難しいですね。はい、東です、ありがとうございます。はい、こんな感じでコメントもね、たくさんいただきまして、質問バトル終了ということでお疲れ様でした。パチ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 。はい、ではですね、今日は小雨さんのステージからでしょうかね。ね、ですね、うん、はい、はい、そう、残念ながらね、今日は外から配信できなかったんで、前結構橋の下からやったよね。です ね、電車の音うるさいけどゴーって言いながら、そう、なんか臨場感あって本当になんだろう、路上ライブしてるみたいな感じで楽しかったですよね皆さん。うん、ありがとうございます、ね、はい、今日はまたやりたいですね。そこの今日は何、二段ベッドの上から。いや、普通にここから弾きます。あ、そう、いや昔は上だったんですよ、 iPad の時。一番最初のキャスラボは多分2段ベッドだからだったんで、多分ですよ。あ、1回目2回目ぐらいは上からでしたよ確か、うん、です、なるほど。
そうですか。じゃあまあ今日はそこの角度ということで、今日はどんなステージになりそうですか。今日はまあお正月とかそういう季節感をぶっ飛ばして、季節感とかのある曲ではないかもしれないけど、うん、はい、なんかそうですね、リクエストが多かったり初めて曲もあったりっていう感じの曲選びです。はい、はい、あ、なんかじゃあ貴重ですね今日かもしれないですね。さっきめちゃめちゃ聞きながら練習して、あ、これ危ないなと思いながら今もこっちで聞いてるんで、そうですね、こっちで iPad 聞いて、こっちで聞いてるんですよ。こっちで YouTube 聞きながらやってます。そんなことできんの、すごい。いや、わかんないけどやってみてます。みたいな感じだね。わかんない、かっこいい。すごい、右の人と左の人と2人いるんですね。合体してる感じなんですね。すごいな、なかなかできるわけじゃないですよね。はい、吉野さん、じゃあ期待なりエールなりをお願いします。はい、小さみさんは今日初めて、ご一緒させていただいてとっても楽しみにしてます。まあ、最初でトップバッター頑張ってください。お願いします。頑張ります。では一旦つなぎ直しますので一旦お別れします。はい、手を振ってお別れしましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではつなぎ直しますね。じゃあ吉野さんまた30分後に集合お願いします。はい、ということで、小雨さんをつなぎでもう一回ねつなぎ直ししてステージの方行きたいと思います。本当にね、外からの配信もなかなかいい感じですけどね、まあ、天気が良ければっていう感じでしょうかね。寒いしね、風邪ひいてもあれなんで、はい、今日はねぬくぬくと部屋の中から配信していただこうと思います。はい、小雨さんが上がってきたらステージを始めます。あれ、上がってこないね。しばしお待ちください。あ、来ました。はい、小雨さん、例の設定をお願いしますね。聞こえました、今。大丈夫そうですか。多分大丈夫です。はい、多分わかりました。じゃあ画像を出していきましょう。はい、はい、ここから25分間ステージですので3時ちょい過ぎぐらいまで。了解です。はい、3時ちょい過ぎ。はい、では小雨さんお願いします。はい、よろしくお願いします。よいしょ、皆さんこんにちは、小雨でございます。小雨でございます、佐々でございます。違うな、違います、すいません、小雨です。よいしょ、北がちょっと場所が狭いのでなんともこうやって、あ、イヤホン下に通さなきゃ。ちょっと待ってもらって。よいしょ、これでいけるか。よいしょ、この側が初めてすぎて今、コンタクトできない状態なんで、ちょっと目の調子があまり良くなくて、コンタクトができないっていう。え、音バッチリ、よき。ありがとうございます。こっちに、今日は、こっち側に、パソコンがあって、コード見てて、こっちに、なんだ、こっちでコメント見てて、ここで配信してるので、こっち見ます。はい。よいしょ。こんな感じで、見て。行こうかなと思います。よいしょ。最初の曲はヒゲダンのハローです。見下ろす街中の景色でも片やしない感動作ろう君と呼ぶ声のようなハーモニーを
360度僕らを包むこの世のビューティフォー思わず忘れたよ抜けずって生きるバリアを張ってたってことをそんなのもう必要ないと気づかせてくれた僕のヒーロー笑い合えただけでどうにもならないほど溢れるありがとうそれぞれの目標の統一を持ってた誰かでの日が出たねあれさ人生に迷うたびに張り足合わせの位置失わないようにしようインスタントの友情心迫り来る愛を目指そう孤独に飲まれてしまう前に窓から差し込む太陽そんな風に君を温めるよ後ろ指を刺され正気の沙汰でないと揶揄されたとしても疑心暗鬼でいてつく心を溶かしきったら続きを話すよありふれた言葉じゃもう表せないほどに高ぶる思いをよいしょハロー360度僕らを包むこのようなビューティフォー思わず忘れたよ抜けずで生きるバリアを張ってたってことを決まり文句も座右の銘も何も持ってない素朴なヒーロー笑い合えただけでどんな場所へも肩を並べてゆけるよハローハローシャルヒゲダンリズムさんのハローという曲でした。ありがとうございます。よいしょっと。なんか始まりはこの曲がいいのではないかと思って。というかこの曲は今うちの母がヒゲダンにドハマりしてて、今っていうか結構前からハマってるらしくて、それでこれ好きなんだよねって言われて、これは歌えてることかと思って歌ってます。はい。そんな感じです。よいしょ。今日とて、加湿器をつけて、なのに暖房はつけていないこの部屋で、やっております。よいしょ。あ、少々お待ちを。そうでした、そうでした。助かります。危なかった。そうだったー。これで、勇気なはずです。失礼しました。ありがとうございます。例のものがオフになっていた。すいません。ありがとうございます。よいしょ。目が見えてないんですよね。よいしょ。だから、いつも 90% みたいに 130% ぐらいまで上げてます。次はまたヒゲダンからなんですけど、115万キロのフィルム弾きます。よいしょ。これからの曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は主演の監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る。
間なら掴み忘れる番組 OK 忘れてないよちょっと待ってきっと気に入ってもらえると思うなここまでの大事すのを少しだけ見せるよ初めて喧嘩した夜の涙一時的に胸が痛むけれどそのまま見続けようごめんねと言って仲直りして15万キロのフィルム、ワンコーラスだけでしたが、ありがとうございました。よいしょ、時間が見えない。46分、OK。以上。たくさん、パチパチ、コメント、ありがとうございます。一応、見ております。よいしょ。そうなんですよ。昨日、髪の毛を切りまして、すごいさっぱりしたんですよ。髪の毛を切ったら、体重が、0.4 キロほど落ちまして髪の毛でそんななってたのって思うぐらいびっくりしましたっていう話は置いといてそうなんですよ、びっくりしましたよ、髪の毛0.4 キロぐらいも長い、本当に結構、私の髪の量が多くてそう。鋼の髪？それはちょっと違うかもしれない。いや、でも本当に髪の毛の量が多すぎて、切り終わった後に下見た時に、めっちゃ髪の毛がブワーってなってて、2ヶ月に1回ぐらい来てもらえたらこっちも嬉しいな。その通り。ありがとうございますってなりました。また来ますって言って、昨日は終わりましたけど、ちょっと、もうすでに髪の毛が伸びてるんですよね。前髪がね、本当に目まで、目に入らなかったんですけどね、入るんですよ、もう。見えますかね？目に入ってるんですよ。そう。もうすぐ伸びちゃう。髪伸びるし、すぐに、もう、切りに行かなきゃいけないっていう。前髪を自分で切るのに礼です。一生無理な課題です。ってことで、関係ないですが、関係ない話失礼しました。よいしょ。次の曲ます多分この前弾けてないんですよこの曲弾こうと思ったのに時間が足りなくてバウンディさんの東京フラッシュ弾きますよいしょ愛と血が踏まなくなったんだできてる諦めの前であいつなしで攻撃してきたんだ悪くないああもういいのかいしてまだここにいてね君のフェイクの笑顔を見せてよ見せてよねステージフォーの顔にかかって夢みたいかいエイジ越しの性愛者でいいの東京は好き断片的で単純ストーリー
だ。悪くない想いは捨て、まだここにいてね。君のフェイクの笑顔を見せたよ、見せたようにして、この側にかかって歪み大会。わしのせい愛者でいいの、東京わし君の目が覚めたら、どこへ行こうか分からないよ。東京わし君の手を繋いだら、どこへ行こうか分からないよ。東京わフラッシュという曲でした。ありがとうございます。そうなんですよね。今日早起きして、バウンディさん新しい曲出してらっしゃったんで、頑張って行動を、なんて言うんだろう。聞いて、世界の秘密聞くなんですけど、行動を聞いてやろうと思ったんですけど、早起きできなくて、実は起きたの1時間前で、やばっと思って。もう、はっもうこんな時間、急がなきゃってなって。本当に、急いで準備して、上のベッドから飛び起きて、降りる間に足ひねそうになって、それながらに準備してっていう感じでした。ちょっとお水飲みます。コップのね、絵柄が可愛いんですよ。小さい頃から多分使ってるやつなんですけど、ひよことか、卵とか、赤ちゃんとか。可愛いんですよね。本当に。可愛くて、本当に。この絵柄は本当に一生押せる。語彙力。マジで。あと、なるほど。それぐらいか。どうしようかな。よいしょ。そしたら、ちょっと、もう予定してる曲が終わっちゃったんで。曲の少なすぎた。よいしょ。ってことで、関係ない曲を弾きまくるって言ったんですけど、ちょっとお正月弾けます。弾いたことないんで、高いな、高いなとかいう日が来るのか、同様に。同様で同様させる。失礼しました。フライング。もういくつ寝る？お正月、お正月にはたこあげて、駒を回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。もういくつ寝ると、お正月、にはまりついて、追い跳ねついて遊びます。
お正月でした。あと、1、2、3、4、4日 ?5 日お正月ですね。この中でやったことあるのは、たこ揚げと、コマです。はい。たこ揚げはいつだったか、お正月に、どっかの公園で、いとことやった記憶があります。楽しかったですね。本当に。やりたいなぁ。やりたいなぁ、本当に。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。行動を調べたい。調べなければ。時間余っちゃいそう。時間余るな、これ。ちょっと待って。余りすぎちゃう。その前に曲弾きたいな。待ってね。よいしょ。全然、私は今、コードを探している。あれ、なーにー、あ、来た。よいしょ。よいしょ。キーどこですか ?5 ですね。1、2、3、4、5。6かな。これどれ？花雪弾きます。ワンコーラスだけ。よいしょ。花雪、舞う季節はいつもすれ違い。次でラストかな。3時ちょい過ぎって言ってらっしゃったので、多分月の曲あたりで時間がちょうどいいのではないかと思います。ちょっと過ぎてしまったらごめんなさいって感じですが、たくさんパチパチありがとうございます。いつも通りのこの曲を聴かせていただきます。キャスラボではいつも最後にこの曲聴かせていただいてるっていう、あ、鼻がすいません、しんどい。ちょっと、鼻炎でピエンなんで、毎年恒例、いつも通りなんですけど。弾きます。海の声です。空の声が聞きたくて、風の声に耳澄ませ、海の知りたくて、君の声を探してる。会えないそう思うほどに、会いたいが大きく。
のささやき君の声のように感じるんだ目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声声に出せば届きそうで今日も歌ってる海の声に乗せて空の声が聞きたくて風の声に耳澄ませ海の声が知りたくて君の声を探してるありがとうございました。ちょっと北を助けたい。嘘。はい、ありがとうございました。小雨さんのステージでした。はい、ちょうどいい感じですね、時間的にもね。あ、よかったです。まだよかったです。ちょっと待って。大丈夫。カメラでしょ。カメラでしょ。ちょっと待って待っていいですか。ミュートして。はい。お待ちしてます。はい。本当にね、大丈夫かな、あのヘッドホンイヤホンしたまま動くと多分 iPad がずれていくんじゃないかなっていうね。はい、大丈夫かな。はい、大丈夫です。すいません。あ、出ました。鼻噛んできていいよ。はい、大丈夫です。行けます。はい、行きます。はい、皆さんパチパチもありがとうございました。さあ、ここからヒーローインタビューみたいなトークをしていきましょう。はい、はい、今日もね、しっとりとまとめましたね、最後の方はね。ですね、うん、今日もしっとりと行かせていただきました。はい、さあ、なんかね、うん、いい感じのステージ、今年最後のキャスラブは今年最後かな。最後だよね。で、最後ですね。ね、うん、はい、今年歌い納めになります。まあ、小雨さんのね、単独枠ではあるかもしれませんけども、今年の歌い納めということで言うといかがでしたか。そうですね、なんて言うんだろう、初めての曲も多かったし、でもその中でもが昔は全然なんて言うんだろう、歌ったことある曲しか弾かないっていうチャレンジ精神が全くなかったんで、はい、でもそれに比べて、そのなんて言うんだろう、今日今聴いてそれを弾くっていうワンコーラスでもっていう、そういうなんてチャレンジ精神っていうか、はい、そういうのがちょっとついたんじゃないかなと思います。いいですね、どんどん来年はチャレンジの1年にしていただきたいですよね。はい、まあチャレンジというか再チャレンジみたいな感じだけどね。来年1年、はい、小雨さんお疲れ様です。パチパチパチ、小雨さん最高、お疲れ。
おー、ありがとうございます。パチパチもたくさんいただいてますね。コンティニューコインもありがとうございました。はい、しばらく延長できそうです。ありがとうございます。拍手もありがとうございます。はい、ありがとうございます。低音良い、低音良いって言われてるね。どんな雪ですかね。同様で同様、どういうしてもらって、最後に最後にちょっと寒い感じでねギャグを締まりましたけれどもね。なんかお正月歌ってくるのはなんか意外でしたね。いやでも普通になんて童謡めちゃめちゃ歌って、自分の役でふざけてから童謡童謡させようとか言ってテロップ歌ってた時期があって、はい、でもお正月だなと思って、うん、そうだ歌おうってなってさっきポチポチやってました。なるほど、思いつきです。そうか、なんかタコとかね、あげるあげるって言うけど、あんまりあげた人多くないよね。で、あれがタコ、あ、タコ、うん、タコですか。あげる？タコは今年あげたな、今年とか去年もあげてないし、でも結構前にいとことあげましたね。あ、意外とあげるんだ。コマ遊んで。正月にタコあげたことはないっていうか、まあ僕北海道出身なんで正月そんな外でタコなんてあげてる。あ、寒そう。もう雪でなんかどんどんタコが落ちてくる感じだけどね。でも東京でもあんまりあげたことないですよね。あのタコあげるよりもイカの足をあげた方が美味しいですからね。なるほど、はい、なるほど、はい、ということで髪が重い、髪が多いんですよ。それ1本あたりなんか 100g ぐらいすんの？いや、そういうわけじゃなくて、あの1本1本が重い。そうじゃなくて、あの髪の生えるスピードが入るのと量が多いんですよ。もともとこんぐらいあったんですよ。これがフィッてあったんで、めっちゃすっきりして。なんか髪の毛伸びるのが早い人は丸々だとかって言うけど、そうじゃないです。違いますね。それは違いますね。それは違う。それは違いますね。なんか肩こりそうって言われてますね。あー、でもたまに肩痛くなる、あ、痛ってなるけど。そうだよね、女性はなんかね肩凝る要素が多いですもんね。らしいですね。まるまる、うん、まるまる。なんかでも今ヘルメットっぽくていい感じで、いい感じじゃないですか。なるほど、うん、あ、いや、前髪をちょっとどうにかしたいなと思って。髪の密度が高いからチャリ乗ってこけても髪が、頭が守られるとかそういうのないですか。そういうのは、あの柔らかいんで、うん、ちょっとはガードしてくれるけど硬くないから痛いんですよ。多いだけで柔らかくはないんだ。あ、硬くはないんだ。そうですね、髪質は柔らかいんで、結構柔らかい方なんで。そうなんじゃ、伸ばしていくとどんどんカールしていく感じ。伸ばすと、そうですね、伸ばしてこう伸びていくたびにこうボワンってなるのが多くなるんで、あ、ふわっとする感じ。ふわって見えるけど、でも実はめっちゃ重くて辛いっていう。なるほど。じゃあ、まあでもこけしみたいな感じにならないってことですね。そうですね、多分そんな感じ。いいじゃないですか。一番伸ばした時期ってどのぐらい？一番伸ばしたのは多分肩より下ぐらいかな。これぐらいで結んでた気がします。なんか意外と短いんですね、もともと。あんまり伸ばしたことないんですよね。ずっとショートカットなんで、うん、ショートですよね。ショートが伸ばしてみたいなとは思うんですけどね。なんか一回ウィグとかね、うん、つけてみて、伸びるとどんな感じなのかとかね、試してみるとか、うんうんうん、あとは今でもね、あのアプリであるからね、髪の毛自由に変えれるやつね。ありますね、うんうんうん、あれでやるとどんな感じなんだろう。そうやってみようかな今度。ズームにもあるけどね、そういう機能あるんですか、うん、嘘。パソコンだとあるはずよ。スマホはどうなのかな、わかんないけど、はい、なんかそういう遊びもねやっていただきたい。そしてね、本当に歌い納めということで素晴らしい1年になったんじゃないでしょうかね。また年明け、まだちょっと予定いただいてないんで。正月は何してんですか？お正月はおじいちゃん家に行って、みんなでこたつでぬくぬくしながらみかん食べたりする予定です。ぬくぬく。じゃあまたそこに帰還したあたりでね、ぜひ正月、来年もキャスラボの方ぜひ出演、もちろん歌い始め、ぜひお願いしたいですね。歌い染め、歌い染めっていうのか、はい、履き染めの染めの日。そうだそうだ、いろんな染めを ね、 ねしていただきたいです ね、 ですね。はい、ということで小雨さんのステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあここでまた呼び出して、トークしていきましょう、ワークショップしていきましょう。あの呼び出した間に、はい、ワークショップのテーマ考えておいてくださいね。わかりました。はい、
なんだろうね、皆さんにアイディアいただいてもいいですけどね。お、ワークショップか。ワークショップ、今年最後のワークショップですよ。今年最後か。なんか困ったら全部写真に逃げるっていうパターン多いよね。ですね、私すぐ逃げますね。毎回その気がするまである。まあいい写真だからいいんだけどね、もちろん問題、全然問題ないんですけどもね。なんか写真が最近撮ってないんですよね、ずっと家にいるので。ああそうだよね、写真もね外に行かないとなかなか。あ、来ましたですね。はい、来ましたね。お帰りなさい。お帰りなさい。じゃあちょっとだけ待ってくださいね。はい、はい、じゃあ動画出します。ドン。はい、どん。吉野さんいかがでしたか。いやー、お正月、お正月めちゃくちゃびっくりしたんですけど、めちゃめちゃおしゃれでした。もう、そうね、こんなかっこいいおしゃれなお正月あるんだと思って感動してました。感動までいった。すごい、うん、吉野さんもでもトークうまいですね。そうですか。褒めるのが上手な感じで、めっちゃ嬉しいです、ね、もう超本心ですから。もう感謝。わかりました。じゃあワークショップテーマ、小雨さん、ここから、30分ぐらいかな、はい、ワークショップをしていきます。トークをしていきます。皆さんからのね意見とかコメントなんかも交えて盛り上げていきたいと思います。さあ小雨さん、何しましょう。ワークショップ、うーん、ワークショップか。なんだろう。これ質問バトンでやっときゃよかったなってことでもいいですか。え、一個だけ。何？質問バトンでこれ質問しときゃよかったなっていうのが一個あって。なんでしょう。質問っていうかちょっと悩みっていうかそんな感じなんですけど。最後に年末悩み相談。年末というか、年末全く関係ないんですけど、普通に何この質問ってあると思うんですけど。はい。じゃあ皆さんで悩み共有しましょう。うん、はい。犬が鳴いてるんどこ？はい、いや、すごい今もなんですけど、はい、鼻が花粉とか鼻炎とか鼻が詰まっちゃうんですよね、はい、それで寝るときに何かどう寝たらいいのか迷ってて、どう寝たらいい、仰向けで寝たらいい、仰向けで寝たらそれもそれでゴロゴロしたくなるし、どっちかに風向けたらどっちかまた向きたくなるしっていう、え、ちょっとまとめて謎のまとめて、なのでだからその仰向けで寝るのがいいのか、横なんて言うんだろう、右に向いて左側の鼻を通って逆にそれを左ん左側に向いて右の鼻を通らせた方がいい、ん、難しいです、わかんないな、もう寝相でいいよ、寝相で、寝相、そうそう、寝相寝相は悪くないんですけど、鼻が詰まるんですよ。はい、そう、じゃない、寝方、その寝方です、そうです、寝方です、寝方の相談、寝方ってすごいな。寝方っていうか、なんて言うんだろう。いいですよ、ワークショップテーマ。はい、行きましょう。寝方。謎の。謎のテーマ。キャスラボはでもね、音楽以外何でもいい。あ、ライフね。ライフスタイルとかも全然ありなんで。はい。もうライフスタイルが全てのね、このアーティスト活動にも繋がってきますから。はい。寝方ということで行きましょう。小雨さんはその寝方にちょっと困っていると。ですね、はい、でじゃあちょっと、じゃあちょっと一旦頭の中リセットして、まあ、吉野さん、はい、自由に私の寝方とかおすすめの寝方とか、してみたい寝方とかなんかそういう、あ、私がねずっと憧れてるのは、はい、寝る場所の話なんですけど、あ、いいですよね、うん、ドラえもんの感じで寝たいです。押し入れで、わかる寝てみたい。そう、やったー、これはね寝たことありますよ。お、え、あるんだ。え、ない、一回は試したことない。いや、ちょっとやったことないですね。そうなんだ、うん、え、じゃあちょっとだけ喋らせてもらっていい。はい、ドラえもん真似たわけじゃないんですけれども、うちは和室だったんで、和室でベッドがその時なくて、うちにはあってね、うちのばあちゃんとか年寄りなんでベッド寝てたんですけども、ああベッドいいなとかって思っていて、
あ、でもこれ押し入れこうベッドになるじゃんってことで押し入れの布団全部出して、でちょうどいいサイズじゃないですか、人が一人入るぐらいの。でなおかつ真っ暗にできるっていうね、扉閉めて、そう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 、集中できるっていうね。確かに。なのでそこをベッド代わりにして布団入れて、でちょうど幅もいい感じだし、シングルベッドだし、それで中高かな、結構うん寝てました。はい、以上です。結構期間が。そうだから、それを発見してから、大学で東京に来るまでずっと寝てました。すごい。やってみたいな、はい、それ一回やってみたい。小さくなって寝るのがすごい好きなので、くるくるになって寝るのが、わかるわかるわかる、だからそんな狭いとこでね寝るのがめっちゃ夢です。なるほど。閉所恐怖症の人は全然ダメですよ多分。絶対ダメですよね。あと意外と幅がね狭いですから、ちょっと寝返りはねしにくそうです。そうだね、割とだから寝相のいいっていうか、あまり暴れない人じゃないと、ちょっと襖をね、襖っていうか、なんつうんだろう、押し入れの扉をぶち破る。ぶち破る。ねえ。まあ、そういう人は外しちゃえばいいけどね。外して落ちたとき痛そうだ。でもそれ言うなったら小雨さんのそのベッドやばいじゃないですか。あ、やばい、絶対死んじゃう。そっか、死ぬよ。やばいですね、やばいですね、それは絶対に。したことはないけど、はい、ちょっと割り込んじゃしまいましたけど、吉野さん、はい、じゃあ 寝たい寝方は押し入れ、ドラえもん。押し入れ、ドラえもん、ドラえもんなりたいわけじゃなくて。ドラえもんなりたくはないかな。ポケットだけ欲しいかなと思いました。都合がいいね。都合がいい。はい。あと、じゃあ、吉野さん、寝る場所以外でなんか。寝る場所以外で、やっぱり、真夏、今冬ですけど、真夏にクーラーガンガンにして、布団めちゃめちゃくるまって寝るっていう、大好きです私は。ありがちだよねそれもね。ありがち。親には申し訳ないんですけどね。電気代が。でもそれ寝る前は結構それやるといいらしいけど、寝つきもいいし。そうなんですか。で途中でまあ夜中になったら暑くなってちょっと目が覚めるけど、寝つきはいいじゃないですか、涼しいから。そうなんですよね、コメントもいただいてます。誰もがもうポケットだけもらえればいいという願望、そうだよね。あそこだけ部分的にだよね。そう、ここだけ、ね、欲しい。欲しいの人はそんなことは許されない。押し入れ睡眠ガチ勢だって。いいな、はい、今もやってる方いらっしゃる。一回だけやったことがある、やってみたいね。細かいコメントかな、うつ伏せで鼻をつぶせばいいと思いますとか。ちょっとじゃあそのね、細かいことをじゃあ後でやっていきましょうか。はい、はい、吉野さん、そんな感じですか、おすすめの寝方とか。そうですね。冬は？そうですね。冬はね、冬はなんだろう。うち、ここの部屋がめちゃめちゃ寒いんですよね、冬。だから、エアコンとか、ストーブとか。エアコン入れて、ストーブ入れて、湯たんぽ作って、足にカイロ貼って、靴下履いて寝る。あったかい。あったかい。ですね。安全。それぐらいしないと超寒いんで。寒いのに、なんかだって今涼しそうな服してるけど大丈夫ですか。そうですね、若干寒いです。寒いですよね。首巻いてるし、締めとこう。はい、ということでね、おすすめの寝方、皆さんからのコメントもぜひねお待ちしてます。小雨さんはそのちょっと細かいことをちょっと後に回して、さっきみたいに寝たい場所、寝たい、寝たい場所か、おすすめの寝方とか、なんかそういうのあります？
なんか絶対現実的じゃないんですけど、はい、もしできるならやってみたいなっていうのが、なんか雲みたいなふかふかして雲の上で寝たいっていうのが ちっちゃい頃がいいなと思ってて、なんか夢で雲の上で寝るっていうのがめっちゃ夢でちっちゃく出てきてて、メルヘンだ。ちっちゃい頃すごい夢で見てて、ね、あーいいなーと思ってちっちゃい頃なんかみたいにふかふかなとこで寝たいんですよ。なんかこのお布団があんまりふかふかじゃないんで、ちょっと固めで、あの均等みたいなやつでもいいの？均等なんだっけ、なんだっけ、孫悟空が乗ってるやつ。またあれも完璧じゃないですか。好きなとこ行ってるし、そうそうそう、それは強いな。強いよね。なんか強いな。普通の雲だとなんかちょっと怖くてさ、起きたらなんか地面に落ちてるとか。痛い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 。いやでもそれ現実実現してるじゃないですか、小雨さん今だってそれ雲の上みたいなもんじゃないですか。あ、位置的にね。そう。高いところにあるからね。そう。お空に寝てるみたい。高いところで寝たいっていう願望が叶えられてるっていうね。確かに。ふかふかではないかもしれないけど。え、じゃあ、 あのクリスマスのオーナメントみたいなやつをベッド中にくくりつけて雲にしちゃえばいいじゃないですか。豪華だな。すごいな。よくさ、あのお家で子供部屋とか、あの空のペイントしてあるうちない？うん。あ、星とかなんか。そう、消したら光るやつとかね、ありますね。あれをして、うんうん、あのいかにも雲の上みたいな感じでね、演出して、まさみさん、ベッドメイクをするっていうのも、適当、うんうん、無責任に、ね、無責任って言ってるんで申し訳ないんですけど。はい、あとは、ね、寝方とかなんかそういうのを、やりたい寝方とか。やりたい寝方。まあ、いつもやってるのが、まあ、暖房つけたらあのめっちゃあの喉とかカラカラになっちゃうから、あと唇もめっちゃ乾燥するんで私の肌とかいろいろと、だから暖房近いし上だからと思って加湿器持ってるんです。 あるんですかプレゼントもらったんですけど、もらったんですよ、うん、プレゼントで、うん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 、だけど上に置けないんですよね。上に、あのベッドのとこに置けないから加湿器が、え、だって何も置く場所がないんですよ、うん、だからこっちで置いてても届かないので、うん、あんまり上まで加湿器のその加湿されてる感じがあんまり意味がないんですよ、寝てるときそう、だから歌うときぐらいし、歌うときとか今つけてるんですけど、うん、今と録音をするときとキャスするときと家見せるときぐらいしか使ってなくて、はい、だからその暖房をつけてもなんか、まあね、理想っていうか上じゃなくて下にベッド置きたいんです、今はもう。あ、なるほどね。下にベッド置いて寝たいです、結局はそういうことです、うん、理想というか、うん、寝方というか、その、ベッドってあの高さとか調節できるやつ、はい、できないですね多分。あ、できないな。できないと思います、多分。なんかあの知り合いでもそういう使ってる人いて、なんか普通のベッドをなんか伸ばす的なそういう二段、あの、なんつの、何ベッドって言うんですか、ロフトベッドですか、ロフトベッド、そう、なんかそうに組むようになってるやつもあったりしたけど、それはできないんだ、残念。じゃあ組んではどうなんでしょうね、これ外したらどうなんだろう、怖い怖いな、怖いな、まあ、ネジあるんでできないんですけど、うん、なるほど、そうですか、まあ、じゃあ子供の頃は雲の上で寝たかったけど今は地面で寝たいと。そうですね、今はそんな感じです。なるほど、今も地面、床じゃないな、床じゃないな、いやな、その地上にベッドとか布団とか、お布団で寝たい、ベッドとか、そう、布団寝たいんですよ、ベッドよりも布団寝たいかもしれない。和室に畳に布団敷いて、そう、畳の匂いが好きなんで、そうかもしれない。あ、そうなんだ、いいかも。うん、え、おばあちゃん家とか行くとそんな感じ？こたつがあって畳があって、うん、いつもお昼頃になると寝ます。何お昼に行ってすぐ寝ちゃいます。お昼に行っても何しても15時ぐらい寝ます。なるほど、じゃあそこがもうパラダイスって感じだですね。そこがもう一番私のなんて言うんだろう、
フェイバリットスペースみたいな。なるほどね。そんな感じですね。いいな。はい、じゃああとなんかさっきの小雨さん、そのうつむいたりなんだっけ？なんか仰向けだったり横向いたりして、横向くと片方の鼻が通るんじゃないですか。両方通るわけじゃないから、それを交代ごとにやるのがあれで、起きたらどっちかの鼻が詰まってて、どっちも詰まってる時があって、息できないってなるんで、いつも。なるほど。苦しい。でもそうなんです。苦しいんですよね。それは主に鼻のためにってことね。そうですね。鼻のために、全部はもう鼻ですね。鼻のためにどういう体勢で寝るのか。うん、そうですね。全部鼻なんですよね。教えていただきましょう。どうでしょう。ハンモックで寝たいな。ハンモックいいな。いいよね。寝てみたいな。ハンモックか。使ったことっていうか、まあハンモックに入ったことあるけど、ハンモックで寝たことがないですね。ああ、気持ち良かったよでも。ハンモックか。あ、どうぞ。あ、すいません。どうぞどうぞ。ハンモック揺れてるじゃないですか。はい、揺れててちょっと酔ったことがあります。あ、そうなんだ。ああ、何？熊対決？熊対決。あ、同じだ。ちっちゃいけど、ちっちゃいけど。あ、向こうの部屋に同じのあります多分。リボン違うけど。なんという熊？これシェリーメイちゃんですね。シェリーメイ。ディズニー。じゃあ、お、大とショート。大とショート。はい。お揃いだ。なるほど。お揃いだ。すごい。じゃあコメント読みます。片鼻だけ詰まる現象、理由はわからないけどなぜか鼻炎の薬の効果が薄いので非常に困る。あ、分かる。なるほどね。それなんか本当にそのまんま。なるほど。それってでもなんか寝方っていうよりなんかあのアレルギーの元を断つっていうそういうことなんじゃないですかね。小雨さん、なんか病院で検査した？いやもう検査してアレルギー性の鼻炎ですねって言われて、花粉症もあるかもって言われて、でもそれで毎年ずっとで春と秋はもっときついみたいな感じで、一生この鼻の辛さを戦っていかなきゃいけないんだなと思って。なるほど。僕もね、なんかこの僕も小学校中学校の時ずっとそんな感じで鼻炎でもう大変だったんで、検査したらなんかその、反応する草が特定できて、それでなんか薬ずっと飲んでましたよ。へえ。でもね、それで東京来たらまた草のなんか種類が変わるので、東京来たらまたそれは出なくなったんだけど、今度は花粉症、スギ花粉でやられたけど、でもなんかそれ対象物から逃げるっていうのはなんか一番の手かなと思いますよ。まあ、やっぱ住むとこ変えないと。そう、あとなんか変えても変えてもな、ハウスダストとかそっち系のアレルギーじゃないの？いや、鼻炎は特定できたんですけど、何のアレルギーかが特定できてなくて。あ、そうなんだ。分からない止まってるんで、また今度もう一回行ってみようかなと思いました。そう、花粉症で悩んでる人って沖縄に移住するといいって言うよね。そうなんですか？そうなんだ。あの杉が生えてないから。あ、そうか、初めて聞いた。杉入ってないんだ。でも杉が原因じゃない人はちょっと分かんないけどね。杉が原因の人は沖縄はなんか楽園みたいですよ。へえー、そうなんだ。そう、そうらしいよ。へえー、まあだからあの頑張るんじゃなくて逃げるっていうこともね、覚えるといいのかもしれない。おー、深いですね。そう。へえまあでもなんかテーマが寝方だからちょっと外れちゃうんだけど。じゃあちょっと時期的に近いので、初夢はどんな場所でどんなものをどんな風に見たいですか、小雨さん。初夢か。初夢な。初夢。初夢って、あの、1月1日だけに見る夢ですか？まあ、いい子にしない、してないと見れませんよ。え？サンタクロースですか？そうなんだ。サンタクロースか。
それサンタクロースかもですね。サンタクロースか。シリに聞くんだよね。あ、シリ聞きますか、もう一回。まあ、聞いてみる。聞きますか、うん、サンタクロースいますかって聞きます。いや、サンタクロースもう終わりました。来年です。なんて言います、じゃあ。初夢見れますかとか、なんか私に新年来ますかとか、そんなこと聞いてください。私に新年来ますか。初夢は見れますか。ウェブでこちらが見つかりました。何それ。調べられちゃった。お正月に初夢見れなかった人はとか。初夢は何、自分で調べろってググれて。初夢の夢見れない人、どんな松になりますかとか、そういう怖いのが出てきましたね。あー、やだ。怖いな、やだな。ちょっと何もしないでおきます。怖いです。怖い。はい、希望するじゃあ初夢を見るための正しい寝方を教えてください、小雨さん。初夢の正しい寝方、この寝方を知ればすれば初夢がいい初夢見れますよみたいな。なんだろうな、なんかもう普段通りに寝るが一番じゃないですか。なんか、あ、なるほど、そんな気がする。なるほど。なんかいつもなんか特別なクリスマスだって特別いい子にしても、来ない時は来ないし、来る時は来るしみたいな。そんなと思うんで。本当にその時好きなんで。で、人間って夢見ると人に見ない時あるんで、知らんけど。うんうんうん、そんな感じだと思います。吉野さんは？いつも同時に寝ます。私は、どう？じゃあ、ぬいぐるみに囲まれて寝ようかなと思います。うん。うん、はい、メルヘンに。メルヘンで。メルヘンの初夢見れそうですね。そうですね。はい。はい。わかりました。じゃあちょっとここでですね、もう一人の方が準備できたので、テトさん、ちょっと呼んでみたいと思いますね。テトさん、ワクワク、はい、準備できてるかな。はい、テトさん呼びますよ。今呼び中です。ちょっと皆さんお待ちください。ワクワク、ドキドキ、ウキウキ、ウキウキ。あ、来ました。はい、おお、テトさん、どうも。テトさん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。バイト、お疲れ様だ。どうも。あれ、音来てる？声聞こえる。あ、お、お、お、あ、声だけ。もしもし、どうも。聞こえまーす。こんにちは。お待たせしました。お疲れ様でした。バイト、お疲れ様でした。バイト大丈夫でした？あ、なんとかやってきました。はい、なんか抱いてますね。かわいい、かわいい、かわうそがいる。じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。あ、どうも、テトです。こいつは私の顔の代わりです。顔の代わりか、そうだよね。あ、ちょっと忘れてた、あの顔出し NG の人は喋るときは手とかね、いろんなものを動かしていただくっていうね、ローカルルールがあったの忘れてました。はい、お願いしますね。はい、ということで、はい、瀬戸さんも後でね歌っていただきますけれども、さあ、じゃあね、はい、ワークショップ駆け込みだったので、小雨さん寝方というワークショップなんですけど、瀬戸さんおすすめの寝方を教えてください。寝方というのは寝相ですか？まあ、何でもいいよ。どこで寝たいとか、まあ、あの誰と寝たいでもいいですよ、もちろん。お、私はいつもこの子と寝てます。はい、お、なるほど、かわいい。名前とかついてたりするんですか？それこの子まだ名前がないです。あ、そうなんですか。名前募集した方がいいですか？あ、そうしようかな。ワークショップ決まってないし、これ決めてもらおうかな。そうしますか、いいですよ。それいきますか。すごいな、楽しみなワークショップになりますよね。いや、はい、じゃあまあちょっとテトさんの話はね、ん、なんかさっきからなんか犬が、ごめんなさい、うちの犬です。犬が元気ですね。吉野の犬です。元気です。お名前は？名前は、うちの犬はももちゃんです。ももちゃん、かわいい。ももちゃん出ますか？ももちゃんはお外を走り回ってますね。お外、お外犬で。お外犬です。なるほど、お外だとちょっとね、ちょっと来れないかな。こっちが行くって話もあるけどね。こっちが行くんですか？
そう、スマホ持ってね。スマホ持って。はい。なるほど。そういうのもありますけどね。ね、はい、うん。小雨さんプロね、お外行きましたから、この間。うんうんうん。ですね、この間は。わ、はい、かりました。じゃあね、テトさんも、この後、吉野さんのステージなんですけど、その後ね、またワークショップに入っていただいたり、最後ね、出番は最後なんで、楽しみにしてください。はい。はい、すごいな、元気だな、本当に。元気だね。ちょっと連れてきたいよ、本当にね。ちょっと。あ、じゃあ、この出番終わった後の時間帯、時間あるときに、ももさんの写真でも撮ってきていただきましょうか。はい、わかりました。はい、ということで次は吉野さんのステージです。はい、はい、吉野さん、今日はどんなステージになりそうですか？今日はですね、はい、以前リアルで出していただいた時のリベンジをさせていただきたいと思ってます。なんかあったリベンジって言って。いや、ちょっと個人的に納得が、ごめんなさい、納得がいってないステージだったので、はい、今日はね、それのリベンジでチャレンジしたいと思います。なるほど、今日は観客がいるんで盛り上がりそうですね。そうですね、ごめんなさい。なんかバラード歌ってる時になんかちゃちゃ入りそうですね、今日はね。まあいいじゃないですか、生放送ならではのハプニング感あるみたいな感じで、ね、はい、では小雨さん、一言エールなりお願いします。吉野、はい、さんの声は一回も聞いたことない、声じゃない歌声か、聞いたことないんですけど、かっこいいよ、ちょっと楽しみにしてます。応援してます。ありがとうございます。はい、ではテトさんいきなり登場なんですけども、まあ吉野さんにエールなりお願いします。はい、初めてお話しした方なんで、はい、楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、では吉野さん、また吉野じゃなくて吉野さん以外の方、また30分後にお会いしましょう。では一旦つなぎ直しますんで、手を振ってお別れします。はい、はい、ということで吉野さん、もう一回つなぎ直しますんで待機しててください。はい、はい、はい、ということですね、3人、なんと3人とも揃いまして、ここからね、どんどん盛り上がっていくと思いますが、まずは吉野さんのステージ、どんなステージになるのか皆さん楽しみにしていきましょう。前回のリベンジとかって言ったんですけどね、なかなか前回も素晴らしいパフォーマンス見せてくれたんで、まあ、リベンジというよりはね、またさらに素晴らしいステージを期待するだけって感じなんですけれどもね。はい、あ、来ました。さあ、つながるかな。お、はい、お、来ましたね。はい、はい、では例の音声のやつをオンにしてもらえれば。お、音声のやつ大丈夫ですか。何でしたっけ、何でしたっけ、あれ知らない。やったん、やりましたよね、やりましたよね、はい、何だっけ、大丈夫？オリジナル、あ、ん？あ、大丈夫かな、これで。なんか、あ、いけたのかな？いけました。はーい。はーい。ではここからですね、ちょっと押してますけれども、4時5分ぐらいまでですかね。うん、4時5分ぐらいまで。はい、わかりました。はい。では行きましょう。はい、吉野さんのステージです。お願いします。はい、お願いします。吉野と申します。はじめましての方もね、いっぱいいらっしゃると思います。いつもね、聞いてくださってる方もいっぱいいっぱいっていうか、まあ、いらっしゃると思います。私、ただいま、コメントを見ることができてないので、コメントを拾うことはできませんけれども、よければね、楽しんでいってくれればと思います。お願いします。ごめんなさい。うちの犬が元気で。では、最初は、有名な歌から。
ドライフラワー。私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてた。ごめんね、ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。されることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れても、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変にね楽してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずに、また少し返事。捨てる悩みに色彩が浮かぶ。かき色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。きっという気持ちまた変わる。声も顔も不器用なとこも、全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 考えてよ。
とうございました。ドライフラワーでした。ドライフラワー、最近ね、すごくみんなが歌ったり楽しそうにしてるのを見て、私も歌いたいなと思って、最近練習を始めて、今日歌わせていただきました。どうもありがとうございました。さてですね、前回出させていただいた時も、一曲ね、自分の歌を持ってきたんですけども、今日は、二つ持ってきました。はい。どっちもね、そんなに長くない曲なんですけれども、歌なんですけれども。先ほどね、質問バトルの時に、パンダがね、好きって言ってて、パンダを最近集めてるんですけども、その影響でできた歌です。パンダが好きすぎてパンダになりたいです。パンダになりたい。なんだろう。まあ、動物ってみんなね、犬、うちの犬しかり、パンダしかり、なんていうか、誰にも、ね、責められたりしないような、幸せにね、生きてれば、誰にも責められたりしないし、なんだろう。人間って、やっぱり、社会を、作ってる生き物ですから、それなりにね、まあ、自分に対する批評とかも、望んでないのに、なんていうか、お願いもしてないのにね、全然、定められたり、値踏みをされたりするのが嫌になって作った曲です。そうなんですよね。私って、ものすごく考え込んでしまうタイプで、それがとっても、嫌です。人は、好きだけどね。そうですね。はい。ちょっとうまく話がまとまらないけれども、はい。ありがとうございました。そして、さっき、始まる前にはね、意気込みで、言わせていただいた、リベンジがしたいと。リベンジ。
リアルで出していただいたときは2曲やらせていただいて、ショートのアクトだったので、2曲やらせていただいて、そのうちの1曲をね、今日はやりたいと思います。はい。さよならミッドナイトという曲です。うん、私はこの曲がとっても大好きです。よかったら、皆さん知ってたりするんじゃないかなと思います。くれた信じるって意味
もう会えないってさよなら見ない寝たふり続ける僕の恋人君に出会えて本当によかった目をつむって泣いてる目をつむって泣いてる僕の恋人ありがとうございました。さよならミッドナイトでした。あと8分。そうですね、早いですね。25分って、25分どうぞって言われてからなんかすごく早かったと思います。あと8分。そうですね、じゃあ今日はパンダになりたいに引き続いて持ってきた2つ目のオリジナル曲で終わろうと思います。六等星と言うんですけれども、最近ね、都会では、都会とか、まあもう街ではね、もうやっぱり街の明かりが強すぎて、もう一等星見えても二等星ぐらいにしか見えないんじゃないかな。だから夏の大三角は、夏の大三角、冬の大三角は分かっても、オリオンは分かっても、六等星は見えないんですよね、やっぱり。もう、なんていうか、星空のすごく綺麗なとこ、オーロラが見えるようなとこ、もう秘境に行かないと見えないような星です。うん、六等星。私は、そんな六等星を、見つけた、恋する女の子の話をね、題材にして書きました。はい。なんでしょうね。もう山奥に行ったって、ちょっと、関西だったら奈良の山奥に行ったって、星なんか全然見えなくて。なんだろう。シリウスとか、あれが大犬座、これが小犬座、あれはオリオン座、オリオン座の三連星だとかわかるけど、ね。でも六等星みたいな人に憧れたって。六等星に憧れたっていいじゃないかって。やっぱり星なんだから。星って綺麗だから。星って、私たちの星も星だから。美しいと思いますよ、地球だって。みんなだって。という歌でございます。どうせ隣から逃げるようにふらつき、あなたの涙いてつき、前私だけが見つけたの、あなたは六等星、神様どうか私たちを照らさないで、
はい、ありがとうございました。あれ、回線が途切れてしまいましたか。はい、吉野さんのステージでした。もう一回呼び出していきましょうか。はい、最後の最後でね、止まってしまいましたか。雑踏の中たった一人。はい、でもね、素晴らしいステージだと思います。途中でなんかね、あのノイズが入ったりしたのかな。うん、まあ、全般ほぼはね、ほぼほぼいい感じだと思いましたけれども、はい、あれ落ちちゃったままでしょうかね。もう一回呼び出していきます。はい、コメントの方もね、たくさんありがとうございます。パチ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 と。はい、止まった。そう、なんかちょっと止まっちゃったみたいなんでね、今呼び出しています。充電が落ちちゃったのかな。はい、良い曲。はい、本当にね、素晴らしい声で素敵。はい、素敵でした、本当にね。はい、拍手もありがとうございます。本人作曲、そう、本人作曲だったんですね。なんかカバーかと思ってぼーっと聴いてるとね、本人の曲だったというね。パンダの曲ですね、多分ね。はーい、カワウソなんだろう。はい、さあ、なかなか戻ってきませんね。なんかちょっとトラブっちゃったんでしょうか。はい、ちょっと待ってましょう。じゃあ先に小雨さん、他のアーティストさん呼び出していきましょうか。あれ、他の人も来ないみたいですね。ちょっとお待ちくださいね。こっちの問題かな。はい、すいません、はい、戻ってきました。おかえりなさい。ただいまです、ごめんなさい。はい、最後ちょっと力尽きてしまいましたか。あ、力尽きてしまいましたね、ちょっと。はい、どうしました。すいません、なんかうちの家 Wi-Fi が2つあるんですね、ルーターが。うん、で、回線がちょっと悪い方に繋がってたみたいで。あー、そうだったんですね。そう、今つなぎ直しました、ごめんなさい。なるほど、最後の最後、はい、でも最後の本当に曲のギリギリのところまでは聞けてましたよね、皆さんね。あ、よかったよかった、ね。うん、はい、ということで、もう一回、皆さん、はい、小雨さん、いかがでしたか。なんて言うんだろう、
最初の方かっこいいって聞いてて石黒さんから、はい、それかっこいいもあったし、うん、パンダのやつは可愛かったしサイドラミッドナイトとオリジナル曲のもう一個の方すごいなんて言うんだろうイメージっていうかすごい頭の中にその曲の風景が思い浮かんできてすごいなって思って聞いてました。ありがとうございます。はい、テトさんいかがでした？なんかなんて言うんですか、小雨さんも言ってたんですけどかっこいいもあるし可愛いもあるし綺麗もあってすごい何でも多分歌えそうだなって思う歌声ですごい聞き惚れてました。聞き惚れてました。はい、ありがとうございます。そうね、素晴らしいパフォーマンスでリベンジちょっと最後に切れちゃったんでまた次回リベンジしなきゃいけない感じかもしれませんけど、演奏自体はなんかねいい感じでリベンジできたんじゃないでしょうか。はい、どうですか？ありがとうございます。そうですね、うん、さよならミッドナイトちょっと今回でリベンジできたかなと思います、うん、あとパンダの曲オリジナルなんだ。オリジナルです。すごいね、これはなんか、 そうですか、皆さんに歌われそうな予感するじゃないですかパンダよかったらコードも出しますこれは皆さん歌わないと歌わないとですね、はい、そして吉野さん、高校3年生だったんですけど受験だったんですか？そうですね、受験だったんですけど、はい、年内に無事決まりまして。 おめでとうございます。ありがとうございま す。ちなみにどういう感じのところに？そうですね、別に音楽が絡んでるわけでもなく、でもね、大学の先輩曰くちょっと課題が多いよ、厳しいよって言われてしまったところなんですけどでね、頑張っていこうと思います。大変そうな普通の4年生の大学で、はい、4年生です。なるほど、うん、サークルとか軽音とか？サークル軽音もあったしクラシックギターとかもねちょっと興味がありますね。ああそうなんだ、クラシックギターとかありそうだね。はい、はい、今度小雨さんがなんかいなくなったけど大丈夫かな。あら大丈夫かな。うん、はい、そうですか。いや本当にね、大学入ってもね、うん、じゃあこれからバリバリ活動していけそうな感じなんですね。はい、やります、うん、なるほど。はい、小雨さん、あ、戻ってきました。はい、すみません、すみません、すみません、大丈夫、うん、大丈夫です。ちょっと鼻がしんどくて。あー、はい、そうですね、鼻に消えます。鼻炎がピエンな感じで。そうですね、鼻炎でピエンですね。鼻炎ピエン、わかりました。テトさん、はい、テドさんもね、吉野先輩の歌ね聴いていただいて。あれ先輩なんですか？ん、え、テドさんの方が若いよね。はい、そうですね、1個下で、はい、そうなんだ。多分一つずつじゃない？あ、うん、そんなに。吉野さん3、吉野さん3、テドさん2、小雨さん1。おお、素晴らしい、素晴らしい。うん、一つずつ先輩ですね。はい、ということでね、はい、吉野さんでは吉野さんのワークショップ行きたいと思います、はい、さあ今日はテーマ何にしましょうか？今日はですね、やばいな今日はやばい今日はですね、はい、じゃあ私はギターを買ってから約2年なんですけども、このタバコブラウンのギターちゃん、はい、これね名前を考えようと思ってて名前を考えてなかったんですよ。なるほど、ギターの名前。皆さんはギターに名前ありますか？ギターの名前ワークショップということで、そうだよね、ギターに結構名前つけてる人多いよね。ちょっとなんか言い方悪いけど恥ずかしい名前つけてる人もいるし、うん、かっこいい名前つけてる人もいるし、名前なんていらないよっていう人もいるし、いろんなタイプがあると思うんで、うんうんうん、そうですね、はい、皆さんどんな感じでつけてるのか気になりますよね、うん、ちなみに吉野さんは？よし、
西野さんは、ベースには名前がある、んですよね。え、ベースも弾くんだ。ベースも弾きます。今、ここには今ないんですけど、はい、ベースには名前があって、ブンタって言うんですよ。ブンタ？何それ？ブンタ。どういう理由かな？ベースってボンボンボンとかブンブンブンって感じじゃないですか。はいはい。音的に。はい、だから、で、色が、なんだろう。緑に近い青色なのかな。エメラルドグリーンっていうのかね。なんか緑好きですね。さっきのパンダの、パンダの髪の毛も緑だし。髪の毛、緑だし。それ緑だよね。それ大丈夫？高速に引っかかるんじゃないの？大丈夫？これはちょっと危ないですね、高速は。さすが、ね、食べ過ぎて緑になっちゃった。はい、はい、緑、エメラルドグリーンのベースの、ベース、ボディがベースなので、ブンタ、男の子っぽいかなと思って。あの、太郎のタ？太郎のタです。ブンタ。おー、はい。そうですね、吉野っていうし、ブンタっていうし、最後に漢字をつけるのが流行ってるんですか？マイブームなんですか？そうなのかもしれないです。今気づきました。え、じゃあその今弾かれたギターの名前は、やっぱりそういう感じで、丸丸丸って三つで最後の丸が漢字。漢字ですかね。なんだろうな。皆さん、はい、吉野さんのギターの名前を募集します。何がいいかな。はい。はい、コメント欄に皆さん、吉野さんの名前、ギターの名前、ちょっとギター見せてあげてください。ギター、はい、映るかな。こんな感じです。タバコブラウンの、うん、サンバーストっていうんですか。タバコブラウン、裏は普通の茶色かな。うん表がタバコブラウンのタバコブラウン、サンバースト。はい、ネックとか。ネック、あ、メーカーはヤマハですね。あ、ヤマハの、え、そんな感じのあったっけ、ヤマハの。そうですね、エリアコなんですけど、うん、あれいつぐらいのだろうね。ちょっと古い感じ。そうですかね。どうなんだろう。AC1M です。 AC1M?AC1M っていう、あまり聞いたことない。はい、じゃあ AC1M 君の名前を募集します。男の子かな、女の子かな。え、そんなのあるの？考えたりしませんか。は、あ、値段で言うとまあ一桁万円中盤ぐらいですね。そうですね、はい。学生が買えるギリギリだったんで、当時の。なるほど、お値段的には手頃で、それで、はい、ピックアップ内蔵で、結構いいですね。お手頃な感じですね。そうですね。でもこのシリーズの名前初めて見ましたね。最近、あ、そうなんですね。人気なのかな。2017年3月発売。そんなにね、古すぎもせず。そうですね。うん、スリムな。フォークカッタウェイボディに、表板にはシトカスプルース単板、裏側板にはマホガニー、おー、うんうんうん、独自開発のピエゾピックアップを搭載。かっこいい。うん、システム72っていうね、ピックアップシステムが搭載されているということで、なんかおしゃれですね。今写真を見てるんだけども、でそのタバコサンバーストを選んだ理由っていうのは、これは買うとき当時高校1年生のお正月だったかな。はい、高校1年生のお正月に、もらったお年玉でギリ買えるところまでっていうので、この AC1M を見つけまして、はい、で色がね、他にも結構明るい色とかもあったりしたんですけど、この色がね、なんて言うんだろう、おしゃれっていうか大人っぽくて、憧れてる
アコギそのものって感じだったんですよ、色が。まあ、はい、一目惚れですね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ皆さんこれをね、番組の最後まで、番組の最後までも今このワークショップの中でね、皆さんコメント欄にどしどしお寄せください、うん、ちなみにあのね、ヤマハだと APX とかね、そういうシリーズを持ってる方が多いんですけども、うん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 、そうですね、あれもうちょっとヘッドとかなんかこうなんだろうね、色っていうかなんかこうラインが入ってたりして、こうシャープな感じなんだけど、そのギターなんかすごいトラディショナルでなんかかっこいいですね。そうなんですよね、うん、落ち着いた感じで、はい、うん、ぜひコメント欄に、はい、お書きください。吉野さんの名前、ギターの名前募集です、はい、さあ小雨さん、はい、小雨さんのギターはお名前とかあります？私のギターはホタルちゃんです。ホタル？はい、ホタルです。かわいい。色は黄色ってなって、光らないけど、いや、光るホタルの光らないんですけど、光るホタルのホタルです、うん、名前はそうですね。そう、あとなんか知り合いっていうか仲間内っていうかのハンドルネームにそのホタルっていうのがつく人がいて、そこから取ったのもあります。なるほど、そうなんです。ホタルさん、ちょっとかわいいな、ちょっともう一度見せていただきたいですね。よいしょ、ホタルちゃん、よいしょ、よいしょ、ホタルさん、よいしょ、なんか清楚な感じですね。ちょっとでもいい、細身な感じでスリムボディな感じですね。これミニギターなので。あ、そうなの？あ、そうなんだ。多分そうですね。メーカーは？ちっちゃいから。メーカー、言いました？メーカーはアリアですね。アリアのミニサイズ、アリアのやつですね。ですね。へえ。でしょ。だ。ですね。そうなんだ。おさめさん割とミニだから気づかなかったね。ちょうどバランスいいんじゃないですか？そうなのかもしれないですね。合ってる。ホタルさん。フィットする感じの。ホタル。ホタルちゃん。くん。ホタルちゃんです。ちゃんです。ちゃん。ホタルちゃん。ちゃんですね。女の子。女の子ですね、この子は。はい。テトさんのギターは、お名前は？この子、コウメちゃんです。コウメ？コウメちゃん。なんで？直感です。直感派なんだ。今日はでも梅っぽい服着てるもんね。あ、そうですね、今日は赤で、うん、うん、梅干し、ちょっとしそ梅っぽい感じの服着てますもんね。ツイッターの ID も小梅って書いてありますね、そういえば。そうですね。あ、そうなんだ。え、じゃあギターの名前からそのツイッターを考えたの？それ逆？はい、どっち？そうです。ギターから？そうなんだ。ギターからツイッターに。いいなぁ、すごい。いいなそれ。ね、ABC は何だろう。あ、適当。あ、適当なんだ。はい。そうなんだ。それ言うと吉野さんもなんかモノジップなんだろうね。あ、これはあのもうちょっと前に中学生ぐらいの時に使ってた名前をもう一回使い回しただけですね。なるほどね、モノジップ、はい、はい、なるほど。皆さんでもね、アカウント名の由来とかもなんかいろいろと訳あって、それだけでワークショップできそうな感じもしますけれどもね、はい。そうか、小梅ちゃん、小梅ちゃんですね、はい、女性ですね。あ、また女の子、はい、ね、あの皆さんそれぞれ、あ、まあ、吉野さん以外、名前をつけるタイミングっていうのは買ってしばらくの時、それとも初めて会った時？買ってしばらく経ってから、しばらくしてから名前をつける派。うん、うん、そうですね。テトさんは小梅っていうのが降りてきたんだ。そう、 なんか枠でちょっと名前決めたいんだけどどうみたいな話をして、うん、いろいろ出されて、うちの中でビビってきたのが小梅ちゃんって出してくれた人なので。あ、そうなんだ。じゃあ自分で考えたわけじゃなくて、はい、あ、そうですね、私の直感ではなく。あ、そうなんだ、うん、選んだのは直感。はい。あ、なるほど。へえ。
そうですか。じゃあ吉野さんも同じような感じでビビッとくるのが来るかどうか。来るかどうか。はい。コメント欄どうでしょうか。ちょっとコメント欄ちょっと小雨ちゃんに、あ、なんか僕も喋りたいって後ろで言ってるよ。小雨ちゃんに被っちゃうんですけどコメント欄出しますね。タバコブラウンだからタバコ。タバコいいですね。タバコ。タバコ好き。タバコいいね。タバコ。タバコいいかもよ。どう？タバもうちょっとひねりが欲しいかな。ひねりが欲しい。そうですか。よしお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 っていうのもなかなかいいね。渋いな。あ、ちなみに今よしおってコメントしてくれた人が私の校名を決めてくれた人です、はい、あ、そうなの。じゃあもう決まるじゃないですか、はい、もう有力ですね。ブラウンだからチャミ。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 かわいいな、チャミ。チャミ。うん。なんか犬もちょっと決めたいんじゃないですか。犬も決めたいんかな。犬もなんかちょっと俺にもちょっと喋らせろみたいな。そうない。喋。あとで連れてこようかな。お、あ、いいですね。お、はい。楽しみ楽しみ。はい。わん。はい、ということで皆さんもっとあの何でもいいですよ。もうボツってもね恥ずかしがらずにどんどん。よしお。タバコブラウンだからタラコ。ワン。タラコ。ワン。ワン。なるほど。ワン。チャミかわいいな。チャミ。チャミかわいいな。でも法則で言うとあれですよね。最後に。漢字が来るとそう漢字がね日本的な漢字が来ると良いかもしれない。じゃあもうこれチャミチャミって感じですか。あ、チャミって感じですね。美しいって書いてチャミチャミ。もうありですね。ありかもしれない、うん、チャミ。法則から言うとタバコかチャミって感じだね。タバコかチャミですね、うん。タバコ、タバコも面白いですけどね。タバコもいいよね。タバコ、タバコ。はい、皆さんもっとどんどん、はい、あの候補とかね出していただけたらありがたいです。まあこのワークショップだけじゃなくて番組終わるまで全部ね最後まで思いついたら募集しましょうかね。うん、お願いします皆さん、はい。そして小雨さんもなんかテトさんもなんかぜひ一案後でください。考えといてください。考えとかなければ、はい、自分としての代表的な意見をね、はい、お願いします。はい。でギターの名前ワークショップ、まあ、ちょっともうちょっと時間ありますけど、はい。そうだな、僕はギター何本か持ってますけど名前がないですね、うんうんうん、よく考えたら。あ、ないんですね、うん。まあ、普通のヤマハのフォークギターっていうかね、あのドレッドノータイプのギターと、うんうんうん、あとはストラトの、赤いキャンディ、シースルーキャンディレッドのストラトと、かっこいい。あとちょっとまあずっと借りてほとんど自分のものになっちゃってるちょっと変な何モデルって言わないような、レスポールみたいな、うん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 、特殊なギターとなんか3本ぐらい結構使ってますけど、よく考えると名前ないですね。名前をつけようっていうなんかそういう考えもなかったですけど、皆さん結構ギター以外にも名前つける方ですか。つけた以外、小雨さんギター以外結構物に名前をつける。ぬいぐるみには結構つける方だけど他はないかな。物に名前をつける、うん、物か、まあ、ぬいぐるみってなんか動物とか人間の形をしてるとなんか名前つけたくはなりますけど、うんうん、それはそう。それ以外のもの、ギターとか人間の形してないじゃないですか。確かに、うん、そうですね。物につける人。テトさんはどう。
私中学校の時に使ってたあの楽器に名前つけてました。あ、それはどんな、あのテナーサックス吹いてた時期があって、はい、かっこいい。でテナーサックスって色っぽい音を出すのがなんか特徴的というか、うんうん、そうだね、だから、うんうん、色っぽいの色に普通にあのひらがなで色に音を出すから、うん、え、音を出す、違う、なんか何がいいかな、音を出す楽器だしな、何がいいかな、色色派とか、楽器は音を出すけどねとか、うん、で、いろはちゃんって名付けとったのにその後すぐ別の楽器に移されたりっていう思い出がありました。苦い。え、なんて言ったの、なんて名前、いろはちゃんって名付けました。いろはちゃん、うん、おいろはすみたいでね日本的かな。なるほど、色っぽい楽器。じゃあ、うん、テトさんのそのねギター君も小梅がちょっともうちょっとね大梅になってなんか、うん、色っぽい梅になっていくといいですね。期待ですね、はい、なるほど、楽器にはつける方だ。はい、はい、そうか、他に何かあります？他でもあとは人形ぐらいですかね。うん、まあ人形はね、うん、うん、はい、ということで、あ、ツイキャスが切れましたけども、はい、 YouTube で見てる方は全然切れずにね見ていただいてます。はい、お、はい、ツイキャスコインありがとう、うん、コインお待ちしてます。はい、さあそんな感じでね、ワークショップテーマギターの名前ということで、あれからまだ来てないですね、皆さんコメント欄に。そうですね、うん、もう一回ギター見せていただきましょうか、吉野さん。はい、はい、そうですね、ギター、いた、うちのギターちゃんです。はい、よいしょ、どうかな。あ、そう、タラコっていうのはちょっと僕飛ばしちゃってますね。タバコブラウンだから。タラコ、タラコ、すごいすごいとこ取ったな、タラコ。あ、コインありがとうございます。まあ、タバコ、チャミ、ここら辺はなんか定番っぽくてね。ねえ、可愛らしいですね。だだだだ、あ、そうだ。あとなんか特徴的な部分はあります？ストラップなんですけど、うん、あの、ハワイで買ったハードロックカフェの、おぉ、これなんですよ。ハワイで、何？はい。ワイハー、正月に行ったんですか？ワイハー、いや、正月、高2の時の修学旅行で、あ、ワイハーに。修学旅行で何？ハワイ行くの？ワイハー行きました。すごい。すごいな。すごいな。その時のね、全財産をほぼほぼハードロックにつぎ込みましたけれども。え、他に何か買ったの？その時、私、クイーンがものすごく好きで。クイーン流行ってたね。クイーンがね、うん、流行ってたのもあって、ここに大きいフレディの、フレディ。特徴的なポーズの、はい。ロゴがバーンって彫ってあるやつがあって、うん、そう、それも、パーカーと、ハードロックカフェでお食事したのと、うんうん、水筒かなを買いました。それは日本のハードロックカフェじゃ売ってないんだ。そうなんですよね、うん、ワイキキ、ワイキキじゃない、ワイキキじゃねえ、ハワイの掘ってあるんです、ハワイって書いてあるんですよ。あ、なるほどね、そこの店で売ってるっていう。そうそうそう、そうそう、大阪だと大阪って書いてるんですけどね、うん、ああ、そういうことだ、うんうんうん、そういうことだ、そういうことだ、なるほど、そういうことです、うん、はい、僕もハードロックカフェの T シャツとか昔持ってきてたような気がしますけれどもね、うん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 、定番だよね、定番です ね、 ね、うん、わかりました、それのストラップがついてるっていう、はい、まあ、それもちょっと考慮に入れて、それと合いそうな名前がいいということですね。
はい、うん、お願いします。わかりました。はい、じゃあ皆さん、ワークショップテーマはワークショップが終わっても番組終了まで募集してますんで、吉野さんのギターの名前どしどしコメント欄に記入してください。そして小雨さん、テドさん、後で聞きますからね、考えておいてくださいね。はい、頑張ります。じゃあもうぼちぼち小梅ちゃんの出番ですか。お、お、小梅ちゃん、小梅ちゃん準備できてます。小梅ちゃん準備で できてもあの小梅ちゃんのご主人様が準備できているかどうかね、分かんないですから。まあ、確かに。テドさんは準備できてます。一応大丈夫かな、音合わせだけしてない、はい、今日はどんなステージ予定してますか。特に考えてないんですけど、とりあえず楽しくエンジョイしようかなと思ってます。楽しくエンジョイ、ノープランで楽しくエンジョイ、なんかすごいね。すごいね、わ、なんか若者って感じだね。まあ自暴自棄にならないようにね、気をつけてくださいね。はい、さあ、あ、なんかすごい柄だね、それ何、膝掛け。これは、はい、膝掛けです。しんちゃんの、すごいすごいカラフル。ベレヨンしんちゃんだ。うん、あ、なんかすごい、パジャマの柄だ。え、そんなのあるんだ、すごい、はい、怖い。なるほど、可愛いものを使ってますね。はい、小雨さん、はい、はい、テドさん、テドさん初めてでしたっけ。いや、2回目ですよね、うんうん。さあ、今日はどんなステージ期待しますか。なんだろう、テドさんの柔らかい歌声を聞かせていただけたら何でもいいかなって思うんですけど。頑張ってください、応援してます。ありがとうございます。はい、吉野さんは初めてですか。初めてです、はい、じゃあ応援メッセージなどお願いします。はい、小梅ちゃんの色っぽい小梅ちゃんはまだ色っぽくないんだけどね。色っぽくない。じゃあ小梅ちゃんらしい音と、はい、瀬戸さんらしい歌をね、ぜひぜひ聴かせていただきたいと思っております。頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあ小梅ちゃんはね、小雨と、小雨よりも勝つのかどうかって感じですね。関係ないか。似てるだけっていう話、そっつながりか。そう、小梅と小雨とね、こと梅だ。そう、はい、ではですね、テドさんのステージ行きたいと思います。またつなぎ直しますんで、一旦お別れして30分後にまた集合してワークショップやりたいと思います。はい、では一旦お別れします。犬もお別れね。犬もなんかちょうどいい感じで吠えてるし。はい、ありがとうございます。では一旦つなぎ直します。はい、はい、ということですね。本当に犬もなんかね、いいところで鳴いてくるんで、なんかこれもちゃんと調教した感じなんでしょうか、指導が行き届いてる感じなんでしょうかね。はい、ではここからまたつないでいきます。今日本日鳥のステージですね。テトさんのステージです。さあ、つなげられるでしょうか。テトさん、はい、ちょっと参加待ちでちょっとお待ちください。はい、先ほどのように吉野さんのギターの名前をね、募集してますので、皆さんはね、考えておいてくださいね。あれ、テトさんが来ない。もう一回呼んでみますね。あれ、上がってこないですね。テトさんはちょっとね、今日参加が遅くなったんですけどもね、ここから最後までぶっ飛ばしていくと思うんでね、皆さんも楽しみにしていてください。あ、来ました。はい。じゃあ、例の音声の方を調整しておいてください。大丈夫でしょうか？はい。はい、できました。できた。はい。じゃあ、出しますね。はい。じゃあ、ここから、はい、まあ5時過ぎぐらいまでですね。
はい、はい、まあ、ちょっとアバウトで大丈夫です。5時過ぎぐらいまで、お願いします。テトさんのステージです。はい、お願いします。大丈夫かな。うん、イヤホン外させていただきます。とりあえず5時過ぎまで、こんにちは、テトです。遅れて参加しました。バイトでちょっとバタバタしてたので遅れてしまい申し訳ございません。とりあえず歌おうかなと思います。よし、一発目はスピッツさんのチェリーを歌おうかなと思います。さて、よし、いきます。
スピッツさんのチェリーでした。ありがとうございます。ごめんなさい。最後の最後でちょっと間違えてしまったんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何歌おうかな。ありがとうございます。何歌おうかな。どうしよう。一曲かぶってしまっていたんだが、まあ、まあまあ、その、私らしさが出せるなら、かぶってもいいかなと思ったり、思ってなかったり、なんか、まあ、エンジョイなんで、誰かより下手とか、そういうのは気にせずに行こうかなと思っているので、とりあえず、ちょっと、コードを出すまでお待ちください。いつもお話ししていることなんですが、キャスで主に活動してます。不定期配信になってます、私は。なんか、私の気の向くままに、喋ったり歌ったり寝たりしている枠なので、まあ、暇だなと思った時に来ていただけると嬉しいなと思います。よし。じゃあ次歌いますね。モサオさんのキラキラって歌を歌おうと思ってます。よし。途中、ごめんなさい。音程が原曲とバラバラになったり、外れたりしたらごめんなさい。いいです。今回はあまり緊張してないというか、楽しもう、自分の枠だと思って、緊張せず行こうと思っているので、行こうかなと、思いますっていう話をすると緊張してくる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。キラキラと眩しい
モサオさんのキラキラでした。すいません。何歌おうかな。いっぱい歌いたい曲を持ってきた。いっぱいではないね。5曲持ってきたので、全部歌えるかな。少々お待ちください。すごい、バイト終わって帰ってきて食べて、このあれに出たから、ものすごいお腹がいっぱいで、すごい大丈夫かしらって思ってるけど、なんとかなってます、今。一気に食べると、すごい声出しづらくないですか？ありがとうございます。さて、歌いたい曲がたくさんあるので、どんどん行こうかな。次は、椎名林檎さんの丸の内サディスティックを歌おうと思います。とっても難しい曲なので、チャレンジっていう形になりますが、よろしくお願いします。温かい目で見てください。
たくさんたくさんパチ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 ってね。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。何歌おうかしら。できるだけ被らないように歌いたいんだが、おさめさんの枠を見れてないので、どうしましょう。まあ、いいです。エンジョイですね。もう忘れて。次はヨルシカさんの花に亡霊って曲を歌おうと思ってます。あ、そうだ、不定期配信なんですけど、実はツイッターばっかりの活動だったんですが、同じく小梅アンダーバーアンダーバー ABC で最近インスタを始めました。一曲しか上げてませんが、よければ覗いてみてください。上に座ったまま、いけるかな？よし、歌います。いかがでしょうか？いかがでしょうか？じゃない、やっていきます。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと、忘れないように色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように、言葉をもっと教えて、哲学って教えて、僕は描いてる目に映ったのは夏の光景だ、風にスカートが埋めて、
わったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。ヨルシカさんの花に亡霊でした。最後の曲行きたいな。最後の曲行きたいから飛ばします。飛ばすっていうのは、飛ばします。ちょっとコメントが見えてません。申し訳ない。歌いたい。歌いたいんだ。歌うんだ。あーでも、歌いまーす。申し訳ない。遅れたっていうか伸びたら申し訳ない。よし。多分私じゃなくていい。多分私じゃなくていいね。余裕なくてだし。よし。さっきのちょっと練習で分かったように、ゆうりさんのドライフラワーです。吉野さんとはまた違う雰囲気になったらいいなと思います。気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。やりきりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれる。私ばっかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。虫で傷にまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワーにたく時間が経てば、声も顔も不器用。
なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。ありがとうございました。ドライフラワーでした。ドライフラワーでした。ちょっと待ってください、イヤホンつけます。はい、ありがとうございました。テトさんのステージでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日はね、楽しく、なんだっけ、エンジョイです。エンジョイ、楽しくエンジョイできましたか？うん、すごい楽しかったです。お、よかったですね。なんか前回そんな緊張してましたっけ？前回は、初っ端はすごい緊張してたので、はい、リベンジできました？はい。お、よかったですね。はい。そして、その、なんだ、あの、しんちゃんのやつもずっと見てましたね。あ、はい。ちょっと寒いのでかけてました。あ、寒いんですね、そこ。はい。そうですか。はい。あの、そのしんちゃんの柄もね、なんか結構独特なんですけども、あの、ちらちらギターに映るあの、カーテンの柄もなかなか個性的ですよね。あ、これですね。うん。なんか同じテイストっていうか、なんかこう小さい模様がたくさん入っている柄って好きなんですか？なんですかね、あんま無意識に買ってるので、ね、あ、そうなんだ、たまたまかな。はい、はい、わかりました。それは失礼しました。はい、いや本当にね、今日はバイト帰りってことでね、何を食べて、はい、お昼食べたの？バイト終わってから。お昼ご飯を3時頃に食べました。なるほど、何食べたんですか？マックで働いてるのでマック食べました。マックで働いてるから、はい、帰りに買ってきたの？はい。そうですか。最近おすすめのマックは何かあります？おすすめのマックですか？うん、なんかちょっと三角チョコパイ食べてください。あ、三角チョコパイ、三角チョコパイ、はい。あと最近なんか追加されたなんか新しいメニューとかないんですか？今の期間限定はグラコロですね。グラコロ、うん、グラコロ美味しそうだね。やっぱ冬場おすすめ？そうですね、冬の限定商品、うん、あ、限定だっけあれ、グラコロ。はい、なるほど。僕はあのマック行くと意外とあの僕マックのコーヒーが好きで、なぜかというと他のコーヒーチェーンとかってあのドリップしてないあのエスプレッソみたいな感じで出すところが多いんで、うん、マックってドリップしてますよね、あれね。あんまりわかんないです。あ、知らない、知らない。あ、え、役割分担なんだ。私厨房で働いてるので、うん、あ、厨房の人はコーヒーとかそこら辺はもう触れないんだ、はい、触らないです。へえ、それはそれで初めて聞きましたけどね。そう、あのコーヒーがね結構好きで、結構ドーンと入れて、で時間が経つとさすがに美味しくないんだけど、入れたて、あ、これ入れたてっぽいぞとかと思ったらね、すかさず注文するタイプですね。はい。でもマックのコーヒーって酸味強くないですか？そう？なんかすごい私が飲んだ時、うん、酸っぱくて飲めなかったです。ああ、そうなんだ。で他のコーヒーチェーンだと酸味がなくて苦味だけじゃないですか。でマックのは酸味とその苦味のバランスが良くてね、結構好きなんですよ。へえー、そうなんだ。うん、まあ、ちょっと個人差ありますけどね。
はい、さあそんな感じでね、クラコル食べました、カズマさん美味しかったですって言われてますよ。よかったよかった、私はあんま好きじゃない。あ、そうなの、それ進めといて何ですかそれは。進めといて、はい、ね、何が好きですか。私はベーコンレタスバーガーが好きですね。あ、なるほど、シャキシャキしてカリカリして、そうですね、あ、美味しそうですね。ベーコンエッグなんだっけ、マフィンのベーコンのやつ結構好きですけど。ベーコンエッグマサンドですか、マフィンのね、うん。そう、ベーコンはね結構マフィンで結構好きですね。うん、なるほど、そうですか、さすが厨房で作っているから間違いないですね、それが美味しいってことはね。そうですね、自分で作ってるから安心して注文できるっていう、そういう感じですね。そうです、ちゃんとこの店は大丈夫って。この店はってどういうことそれ、この店はって。まあね、自分が作ってると完璧ですもんね。わかりました。マックですか、まあ、どっかでじゃあマック行くとスマイルしてくれるんですね。はい、隠れてきます。はい、わかりました。はい、ではね、皆さん呼び込んでワークショップ行ってみたいと思います。じゃあ一旦画像にしますね。はい、さあワークショップテーマ考えつきました。あ、名前つながりでカワウソの名前でもいいですか。カワウソの名前なんすかそれ。カワウソくんの名前が決まってないからそれにしようかなと思ってたんですけど。なるほど、うーん、じゃあまた名前をつけるっていう、そういう回ですね。わかりました、じゃあちょっと皆さん来るの待ちましょう。あ、来ました。はい、ちなみにそのなんでカワウソくんは商品名とかなんかそのあるの、キャラクター何だかシリーズとかさ。なんか水族館でなんかくじみたいなのしてて撮ったんであんまり分かんないですよね。うんうん、はい、小雨さんちょっとね、なんかあ、来た来た来た、あ、来ましたね。はい、おさめさん大丈夫？ちゃんと来てる？はい、じゃあ出しまーす。はい。あ、ちょっと待ってね、ごめんね。もう一回出します。はい、皆さんいかがでした？おさめさん、あ、ごめんなさい、吉野さん、どうぞ、ごめんなさい。いいよ、どっちでも。吉野さん、吉野さんどうぞ、はい、どうぞ。いや、吉野さんは最後ね、ドライフラワー、私は一応最初に歌わせていただいたんですけど、いやー、なんて言うんでしょう、可愛らしく綺麗で、なんだろう、コウメちゃんのね音がすごくいいなと思って、丸くて、うん、ね、テトさんの歌声もすごく可愛らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。小雨さんいかがでしたか。はい、なんだろうな、そのなんて言うんだろう、優しくて可愛くて、なんて言うんだろう、すごいいい歌声と、なんて言うんだろうな、聞かせていただいてありがとうございます。ちょっと言葉が目立たない、ちょっと言葉足らずにした。結構いつも結構喋るのに今日は、いや今日が喋ってるだけ、いつもは喋ってないです。あ、そう、逆にそうかもです。ん、こ結構でも早口で結構ちゃくちゃくしゃべるイメージしかないけどね、小雨さん。はい、ではテトさん、はい、ワークショップテーマは何、カワウソの名前でもいいですか、かぶっちゃう気がするけど、自由なんで。お、はい、カワウソの名前、うん、はい、名前募集、はい、今日は名前募集シリーズですね。まあでも1年のね最後だから、もう気分よく新年に向かうためにね募集しちゃいましょうか。おお、
はい、じゃあカワウソの募集、名前募集、はい、じゃあカワウソさんのすべてなんかアピールを、アピールタイムということでカワウソさんお願いします。かわいい。まずこのつぶらな瞳が、あのチャームポイントです、この子の。はい、ここはなんていうんですか、ひょうたんみたいな、ひょうたん、ひょうたんボディしてます。ひょうたんボディかわいい、ふわふわ。あ、手触りとかそこら辺ちょっと伝えにくいところも。手触りはな、毛並みが長くないんで、うん、うんうんうん、長くはないんだ。うん、なんかボーズ触ってる感覚みたいな。ボーズ？ボーズ？野球部だ。野球部。で、あのめっちゃふわふわしてます。とにかくふわふわ、 手触りがいいと、とにかく。坊主ってなんか強力なワードは、パワーワード来ちゃったけどね。名前が引きずられそうですね、坊主に。うん、ちょっと引きずられそう。怖いね。はい、ということでアピールタイム、そんな感じ。あ、なんか尻尾とかは、なんか尻尾はなんか筆、いや、なんか尻尾の下になんかついてるのは何ですか、それ。あ、これですか、それ何、これタグです。あ、男の子、ハッピーマリンって書いてます。男の子ですか。なんか、触れないでください、デリケートなんで。いや、あの男か女か、かわそう。で、この子は、はい、どっちでもいいです。これからどっちでもいい、名前によって決めると、性別を。はい、なるほど、なるほど。じゃあ皆さん責任重大ですね、性別を決めてしまいますよ。あ、うん、かわそくだな。あ、なんか本当につぶらな瞳がキュートですね。かわいらしい。はい、なんか後ろで犬が吠えて、なんか俺に決めさせろみたいな感じですか。ワンですかね。ワン、またワンが来ますよ、ワン。テトさん、方言で喋ってくださいってリクエスト来てますよ。あ、方言で、あ、了解です。あ、じゃあ、あのカワウソくんの発言は方言でお願いしますよ。あ、はい、じゃあカワウソくん、はい、はい、じゃあまだ名前ないんですけど、ちょっと自己紹介してください。あ、どうも。え、自己紹介ってなったら敬語ですよね。だと出てこないですよね。いや、全然全然敬語、タメ語でいいですよ。タメ語。かわいそうだから、うん、敬わなくて大丈夫ですよ。あ、こんにちは。方言を出す、方言を出さんといけんけん、あの、なんとかしてくれたら嬉しいな。超困るんだが。下がって言うんだ。ちょっと出ましたね。うん、ちょっとだけ出します。喋りながら出すように気をつけます。はい。まあ、このカワソ君はね、方言もあるということで、方言があのチャームポイントということで。はい、皆さん思った名前を書いてくださいね。小雨さん、なんかいい名前あります？カワウソ。なんだろう。なんだろうな。いい名前か。ネーミングセンスがないってよく言われるんです、私。本当？だから私に頼むのはあまり良くないと思います。コタロー。コタロー来ましたね。かわいい。かわいい。かわいい。じゃあ僕はね、川梅で。川梅、あ、梅が。かけて梅が来た。かわうそ。かわいい梅っていうのもかけてね。おお。川梅。なんやろ。野球部が強いな。野球部強い、ね。野球部はやめましょう。野球部。
野球部は引っ張らんといてください。わかりました。なんやろ、あ、方言もあってケンケン、ケンケン、あ、かわいい、ケンケン、どうです、カタカナ、なんとかじゃけん、よろしくね、あ、かわいいな、かわいいケンケン、ワウ、ケンケン、ワウ、ワウ、ワウ、お、犬に、ワウね、ワウワウ、ちなみに私がケンケンって犬犬って書いてケンケンか、あ、それは知らんかったなるほど、そういうことにしよう、犬犬って書いてケンケンにしよう、すごいな、うん、あ、すごいな、あ、なるほど、カワウソなのにケン犬犬ケン犬犬カワウソ、カワウソの私人形持ってたんですけど、うん、その時は小松って名前にしてました。なんで、かわいい、こ、コツメカワウソ、コツメ小松かなみたいな無理やりかな、ちょっとうん、そう、小松にしてました。どうだろう、なんだろう、カワウソ、例えばカワウソってなんでカワウソっていうの、うん、カワウソ、なんか嘘をつくから、か、カワウソ、あ、間違えた、由来とかで調べたら、うん、カワウソ、カワウソ、食肉目、イタチか、イタチなんだ、イタチ、イタチ、よ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 、なんでカワウソって言うんだろうね。あ、カワウソはかつては川に住む恐ろしい生き物と呼ばれ、おお、恐ろしいんだ、川に住む恐ろしい生き物、カワウソ、カワウソ、なるほど、恐ろしいんだ、それ、それ、そんなつぶらな目をしといて、怖いね、食われるんだ、近寄っていくと、怖いな、怖いな、それテトさん夜中になんか食べられそうで怖いですね怖いえ、一緒に寝てるって言ってたよね、さっき、怖いな、そうですね、やばいよそれ、やばい、いつか食べられちゃう、いつか、いつか食べられる食べられるのはいいけど、なんかいつかなんかそのカワウソと入れ替わってたりしたら怖いよね、いや、やだな、あ、カワウソがテトさんの体の中に、そう、恐ろしいな、うん、怖いな、さあ、さあ皆さんどうでしょう名前募集中です、テトさんのそのかわいいカワウソ名前募集、はい、今まで集まってるのはケンケン、犬犬と書いてケンケン、そしてカワウメ、コタロウ、野球部、野球部野球部いいよね、野球部、野球部いいな、チョコレート色してるからチョコ、いや、かわいい、あ、かわいいな、シンプルにかわいい、でも野球部いいね、野球部、野球部、ちょっと完璧に野球部来てるな、日に焼けてるしね困るな、ちょっとカワウソくんなんか野球帽かなんかかぶせられないの、それ野球帽ないな、野球帽、野球帽ないですか、これしかない、あ、サンタのタクロースだ、あ、かわいい、かわいい、あ、いいな、あ、うん、似合うね、なんか広島カープとかに入団できてきそうな感じじゃないですか広島カープどうしても野球に行ってしまう、はい、野球部じゃあ、あとは何だろう、うん、じゃあ部長で、部長、部長なら、まあ、部長、まあ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 なるほど、ちょっとかわいらしくなったんだろうか、どうだろうね、うん、チョコ、チョコもね、なんかちょっともうひとひねりあるといいですね、うん、スライリー、おお、何だろう、スライリーって、スライリー、なんかいきなりかっこいいの来たよ、はい、
野球のスライディングかなって思うけど、まさか副会長スライリー、あ、広島カープのマスコット、あ、なるほどね、なるほど、さすが詳しいですね。なるほどね。でもテトさんのところって文化圏的に言うと広島とかだよね。そうですね、うん、お、カープのスライリー、スライリー、スライリー、でもそれはなんかパクリになっちゃうよね、スライリー、ね、うん、あー、そうか、ちょっとひねらないとね、うん、広島か、広島100% パクリですね。じゃあなんか、スライリー、梅リーとか、スライ梅とか、スライよ、ちょっと危ういな、ちょっと危うい、なんかね、まあ嘘っていうのも結構いいかもしれない、なんか嘘、テト嘘とかね、嘘、テト嘘、テトウソ、ウソ、テトウソ、ウソ、ウソ、かわいいな。吉野さん、なんか思いつきます？でもやっぱり私は犬犬でケンケンをしていこうと思う。ケンケン、ケンケン、ケンケンいいと思うけど、ライライってきましたね。あ、ウソだからライだね。あー、なるほど、うん、うん、ちょっとひねりがいいね、なんかライタとかね、ライタ、ライコとか、はい、ライタ、ちなみにケンケンだと男ですか女ですか？ケンケンは男の子で、男、はい、なるほど、どうかな、小太郎は男だよね、うん、そうですね、野球部はどっちだろう、キューブやっぱ坊主だと男の子じゃないですか、男の子か、なるほどね、じゃあ男率が高いね、女性の名前、なんか華麗な名前ちょっと募集したいですね、ベビーカステラ、ベビーカステラ、どこから来たんや、ベビーカステラ、あ、美味しいけど、まあカステラっちゃカステラっぽいよね、確かに、カステラ形とか、なんかわいい、うん、ふわふわ、ベビーカステラ中身がのそんな白っぽいじゃないですか、うんうんうん、外身が茶色で、うん、カステラ感あるってみんな言われてますね、カステラ、カステラ感、うん、カステラ感あるね、あの鈴カステラっぽいよね、でもね、あ、あ、うん、食べたい、鈴カステラ、うん、鈴ちゃん、鈴ちゃん、かわいい、いいね、すずちゃん、すずちゃん、なんかシュワシュワネームっぽくていいですね、今時っぽいですよ、すずちゃん、豆柴っぽいよね、確かにね、うん、豆柴、それは動物が変わってくるかなそうだね、イタチカだから、ね、ちょっと動物が、うん、かわいい、うん、かわいい、本当にでもその瞳がなんかつぶらですね、うん、かわいい、はい、ということでこんな感じでしょうかね、はい、じゃあぼちぼち、選考に入りますので、テトさんちょっと考えてください、はい、はい、すず、豆柴、ベビーカステラ、ライ、副会長、スライリー、チョコケンケン、ワウ、コタロウ、野球部とはい、小雨さん、この中で小雨さん選ぶとしたら何、にゃんになります？にゃん、なんだろうな、にゃんって言われてきました今なんだろうな、私だったら、すずちゃんが好きかもしれないですね、すずちゃん、私は、うん、はい、女性ですね、うんうんうん、吉野さんは、私はケンケンかな、やっぱりケンケン一押し、うん、お一押し、はい、
さあ、まあ僕はどうだろうな。まあ鈴とか出しちゃったからな。じゃあ僕はじゃあ、あの川梅で。川梅で。川梅ちゃん、はい。川梅。うん。さあ、テトさん、いよいよ発表ですよ。おお。なんかでもこの中でピンとくるものありました？どっちがいいかなと思って今。あ、選んだよの。じゃあちょっと、アンケート取りましょうか。まずじゃあ選ん、迷ってるの。じゃあ、行きましょう。アンケート取ります。今、テトさんのこのカワウソの名前を募集しています。今、ツイキャスでやってる人だけ投票してください。じゃあ、まず、スズがいいと思う人、アンケート取ります。はいか、いえ、お願いします。ダブっててもいいですよ。はい。スズがいいなと思う人、はい、押してください。どうでしょう。お、どうかな。どうかな、どうかな。アンケート中、スズ。アンケート 90%、 まあパーセントっていうか件数とかもあるしね。あ、ちょっと今ツイキャスが終わってしまいました。もう一回。あ、はーい。そしてお願いします。ケンケンですよね。ケンケンは犬犬で大丈夫ですか？犬犬ひらがな。犬ひらがなで。じゃあとりあえずひらがなでアンケート取りますね。そうか、生物が変わっちゃうな。あ、犬が吠えてるな。不満じゃないですか。ちょっと犬にしろって。そう、ケンケン。まあいいや。はい、じゃあケンケンでお願いします。はい、はいかいいえかお願いします。ケンケンだよ、ケンケン。さあどうでしょう。で、犬犬っていうのは何、却下されたの？犬、どうなんだろう。さすがにね、でもね。犬犬が、うん、確かに。豆柴よりお、うん、これは、じゃあ、あ、分かれましたね、ケンケン。お、ということは、すずかな。すず、すずちゃん決定です。おめでとうございます。おお、おめでとうございます。すずちゃん、かわいい。はい、すずちゃんおめでとうございます。なんか僕がつけちゃうみたいで、ね、ちょっと恐縮なんですけどもね、すずちゃん。はい、じゃあ頑張ってね、来年は1年いい年にしていただきたいですね、すずちゃんね。やったー。はい、っていうことは女性ってことでいいんですか？そうですね、女の子。女の子、そうですか、女の子です。はい、なんかちょっと男の子っぽかったけど女の子っていうことでいきましょう。はい、はい、ではね、じゃあ毎日女の子を抱いて寝ていただくって感じですね、テトさんね。そうですね。はい、わかりました。はい、ではちょっとね、あの順番逆になっちゃったんですけれども、吉野さん、はい、吉野さんもそういえば名前募集してたじゃないですか。なんか覚えてます？そうですね、覚えてます。みんな覚えてる？覚えてましたよ。何だったかな。はい、吉野さんの名前、どうなったんでしたっけ？吉野さん、吉野さんの名前じゃないや、ギターの名前。吉野さん、ギターの名前。ギターの名前、さっき出てたのがタバコブラウンだからタラコ、ワン、タラコ、ワン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 もいいね。吉尾、ワン、ブラウンだからチャミ、タバコブラウンだからタバコ、タバコ。そしてチャミもね、あの茶に美しいと書いてチャミっていうねアイデアも出ました。はい、いやー、どうしようかな。いやでもやっぱりこれも二択になりますね。あ、私も本当に今のところ来てるので。おさめちゃん的には何がいいかなと思いました？私的にはチャミが、チャミ推しです。チャミ、チャミ推し、チャミ推しです。あれ、テトさん見てたんだっけ？あ、見てました。見てたけど、うん、テトさん的には何かアイデアあります？このギター。
あ、私は、でもチャーミーが可愛いなと。チャーミー、やっぱりチャーミー、チャーミングだもんね。チャーミング、はい、じゃあその二択の一つまず教えてください。やっぱりチャーミーと、もう一つがタバコ。タバコ、タバコ。チャーミーはどうします？タバコブラを漢字でいきます？最後漢字かな、チャーミーは。じゃあチャーミーアンケート取ります。まずチャーミーからいきます。はい、吉野さんのギターの名前、チャーミーがいいと思う人は、はい、押してください。チャーミー、チャーミーチャーミングな、チャーミーいいな、心が可愛いな、チャーミー可愛い。まあ元々はね、チャーミーっていうひらがなだったんですけどもね。はいはい、92%。 お、意外と高いですね。おお、はい、ではまあでも分かんないですよ、タバコもなかなかいいですよそれ。いや、タバコ、タバコ上回るかもしれない。これだってめっちゃインパクト、インパクト破壊力がすごいもんね。はい、じゃあタバコいきます。タバコいいと思う人は、はい、はい、お願いします。タバコどうだい。タバコ破壊力あるよそれ、うん、タバコ、タバコを恨うんだから、うん、ね、まあ二択だからね、まあ、どっちが選ばれてもこれね、ね、あれタバコ意外と意外とダメだった。これどうした、どうしたということは、タバコ意外と好きだったんだけどね僕ね、タバコあのまあ、リスナー投票ではチャミが選ばれましたが、まあ、決めるのは本人吉野さんです。いや、やっぱりみんなもね、手伝っていただいたのでチャミに命名しようと思います。チャミ決定です。チャミ、チャミおめでとうございます。はい、それぞれチャミを考えてくれた方はコメントがちょっと昔になっちゃったんで、ちょっと、どなただっけ、ちょっと後でねコメント見てみましょうか。はい、はい、チャミー、チャミーは誰だ、ちょっと後で見てみましょう。はい、はい、おめでとうございます、チャミーに決定しました。じゃあ今日はなんかすごい収穫のある時間でしたね。いや、良かったです、うん、はい、うん、じゃあまず、先に決まった、うん、すずさん、すずさん、はい、すずさん、名前が決まったんで、ちゃんとご挨拶お願いします。あ、どうも、すずです。瀬戸の顔の代わりなんで、よろしくお願いします。はい、かわいい、テトさん、テトさんの首の上に それがいるっていうイメージで皆さん見てくださいね。こんな感じ、じゃあ喋り方もね、コテコテの何弁っていうの、和歌山弁ですかね。和歌山弁、お、うん、和歌山、和歌山弁、はい、和歌山弁を操るカワウソということでね、人気、ぜひ人気を獲得していただきたいですね。すずさん、すずちゃん、はい、頑張ってください、来年頑張ってくださいね。はい、はい、そして名前決まりました、チャミー、チャミー、チャミも、まあちょっとチャミは何弁喋るのか分かんないですけど、チャミさんからの自己紹介お願いしたいです。はい、チャミ、チャミやで、チャミは大阪弁を喋るねん。なんかぎこちないよ。何これ？何これ？どうしたんやろ？本当に関西人だから。関西人、あれ？エセやったかもしれない。名前を決めていただいたチャミです。これからヤシノと一緒に頑張ろうと思うから、よろしくやで。いいな。よろしくやでっていいよね、なんかね。いや、はい、小雨さん、なんか名前、小雨さんだけ今日名前決まんなかったじゃないですか。いや、もうこの子名前あるから、他なんかあるか。じゃあ小雨さんの名前を考えましょうか。え、逆に
本体の名前今ツイッターの名前逆に変わってるんですか、また変わるんですかまたツイッターの名前コロコロ変わっちゃうわかりました。まあ皆さんね、じゃあ年明けになんか名前つけたい名前、あの何か物とか何でもいいんで、なんか持ってきてもらって名前つけましょうか年明け次回のワークショップで、はい、なんかいいですね、はい、名前がどんどん決まっていくこのワークショップで、うんうん、はい、よかったです。皆さんからの協力も本当にありがとうございました。今日ね、はい、名前を合図出してくれた人にはね、なんかプレゼントとかあるんでしょうか。どうしよう、ない、すずちゃんの あの写メとかね。いくらでも。はい。はい。じゃあ、後ほどね、確認して、お礼の、まあ、お礼のね、コメント、メッセージぐらいはね、皆さん送っていただけたらと思います。はい。はい。あ、そうか、すずって僕が考えたのか。あ、本当だ。僕はいらないですけどね。はい。あの、はい。はい、チャミさんの元ネタを考えてくれた人にね、何かコメントをね、吉野さんもあげてみてください。はい。はい。さあ、それで、ケンケンさん、ちょっとね、落選しちゃったんですけど、ケンケンさんの本体の、犬くんはどうなったんですか？犬は、さっきね、お家入るって聞いたんですけど、うん、ちょっといらないみたいで。あ、そうなんだ。じゃあ、あの犬くんも、じゃあ、ケンケンにしちゃいましょうか、今日。ケンケン、じゃあもう今日限りはケンケンって呼びますね、彼女のことは。はい。犬。ケンケン。ケンケン、ちょっとご機嫌斜めですか？そうですね、ずっと。バイクが周りに。バイク？そうですね、来てくれたら。バイクがね、通るたんびに、ワン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 。バイクに吠えてたんだ。そうなんですよ。バイク乗りたいのかな？乗りたいのかな？バイク犬、かっこいいな。バイク犬、バイクで何散歩すんの？ちょっとスピード感強いかなって、うん、なるほどね。もうよく車の窓から首出してる犬とかいるけど、バイクの後ろに乗ってる犬って方が見ないね。ちょっとサイドカーならまあいけるかな。あ、そうなんだ、うん、かっこいいな、かっこいいな。吉野さんとかなんかハーレーのサイドカーなんだっけ、似合いそうだもんね。あ、本当ですか？ワイルドやってみようかな今度、はい、うん、小雨丸改名して小雨点になってるね。寒くなったから小雨から小雪に。あ、いいですね。あの気候に合わせて子から始まる3文字にどんどん変わっていくっていうね、面白そう。それもそれで小雨の名前はタイピンイエンっていうの。タイピンイエンだと思います。タイピンイエン、なんだろう、タイピンイエン、太平つかさ熊本のあの食べ物です。タイピン。あ、そうなの。さっき食べてたんです。あ、それだからだ。タイピン、そうです、ツイートしたの多分それを見てくれたのかな。なるほど、じゃあ友達になっちゃうんですね。あー、あれれれれ、あー、タイピンいいじゃない。美味しいですね、タイピン。タイピン小雨とか名前的には、アジア人っぽくてなんかこうエキゾチック、インターナショナルな感じでいいじゃないですか。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。あ、長い名前だね。うん。でも略され、もう冬にぴったりですね。そうだね。うん、さあ、そんな感じでね、小雨さんもなんか新しいネームを獲得できるんでしょうか。まあセカンドネームとかミドルネームとかそういうのはね、あってもいいかもしれないですけどね。うん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 、はい、ということで今日はね、解明が多かったワークショップでした。皆さんありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございました。はい、ということで大丈夫ですか、テトさん、ワークショップ。はい、はい、ということでね、はい、テトさんのワークショップ終了ということで、まあエンディングトークということでね、ちょっと喋っていきたいと思います。今年ももうぼちぼち終わっちゃいます。ね、今年やり残したこと、来年はやりたいことをちょっと一つずつ皆さんに聞いていきたいと思います。はい、テトさんいかがですか。今年やり残したことは、インスタ、お、そう、さっきインスタ作ったって言ったんですけど、はい、で動かないので、来年は
どんどん歌上げていこうかなって思ってます。なるほど。うん。インスタ女子に期待だ。うん。なんか すずの動画上がりそうな感じだよね。あ。岡山弁で喋ってるすずの動画がこう。YouTuber デビューとかね。なるほど、わかりました。インスタ女子を来年は目指すということで楽しみにしてます。またね、1年後にどうなってるのか楽しみですね。はい、小雨さんは今年できなかったこと、来年やってみたいこととか。私はギターに関してはオリジナルを作れなかったことですかね。そうだそうだ、オリジナルぜひ、うん、そう。あと企画もですし、この前チャドさんも出ていただいて合唱企画やったんで、そんな感じでまたやりたいですねと思って、うん、あ、そんな企画やったんですか。そうなんです。なーに、それは知らなかった。実は実は、はい、実は実は。そうですか。また次回やるときはぜひ告知しに来てください。お、させていただいて、はい、ぜひぜひ、うん、ぜひ。で、来年ももう曲作るとね。来年はオリジナル作りたいですね。ぜひぜひオリジナルでね、ぜひうちのイベントもね、ぜひ出ていただきたいし。はい、吉野さん。はい、今年はね、ずっとバタバタしてて、大学受験ということもあって、ギターとか歌とかあんまり触れてなかったし、イベントもね、もうやっぱり年末ギリギリにならないと出れないってとこがあったので、もう来年は、まあ、一つ、計画してるものがありまして。何ですか。はい、ここでキャスルズさんの、リアルで私が出していただいたときに一緒に出演した子が、うん、今度一緒に、配信、曲を交換したりとかやろうっていう話をしてて、マナさんっていう方なんですけど、マナさんね、はい、マナさんと、うん、曲交換をしたり、交流をしたり、定期的に配信とかできたらいいなと思っております。そうですか。はい。よろしくお伝えください。マナさんはなんかめっちゃオリジナル持ってる子だったよね、はい、確かね。そうなんですよ、ね、うん。最近は YouTube の方に上げてるらしいので。あ、そうですか。はい。なんかいろいろとね、このキャスルズの中でもね、どんどんつながりができていいですね。うん。はい。そしてできたつながりをね、持ってまたここに戻ってきて、一緒になんかね、こちらで楽しいこともやっていきたいと思います。はい。はい。ということで皆さん、リスナーの皆さんもね、来年、今年できなかったことっていうか、まあ来年ね、このキャスラボに期待するようなことがあったら、ぜひコメント欄にも書き込んでください。YouTube で見てる方も、チャット欄がありますんで、そこにね、ぜひ、チャット欄、コメント欄にどんどんね、リクエストなり、要望なり書き込んでください。今日は本当に、今年は本当にね、小雨さん何回も出ていていただきましたし、吉野さんも、テトさんも何回もね、出ていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひね、吉野さんはリアルでね、出たことあるんですけど、はい、小雨さん、テトさんまだリアルなしなんで、早くね、うん、落ち着いて、うん、なんかリアルの方にもね、ぜひお声掛けしたい、まあお声掛けはしたんだけど、小雨さんは、うん、実現的なっただけで、そう、来年はね、ぜひ、リアルの方で皆さん集まれるのを楽しみにしています。はい。はい。ではね、最後に一言ずつだけ短くコメントください。小雨さんから。あ、はい。今年もお世話になりました。あと5日間もありますが、まあ、弾き語りとか楽しかったです。また来年もよろしくお願いします。はい、来年もよろしくお願いします。はい、テトさん。はい。たくさん出させていただいてありがとうございました。すごい、いろんな人とつながりが持てて、自分の刺激にもなったので、これからも頑張っていこうかなと思います。皆さん、良いお年を。はい、良いお年を。テトさん、ありがとうございます。まあ、来年もよろしくお願いします。はい。はい。吉野さん。はい、今年は2回かな、出演させていただいて、皆さんも聞いていただいて、リスナーさんとか、出演、ご一緒させていただいた方とか、割とつながりができたので、本当に、
ね、ありがたい、ありがたいことでした。はい、はい、チャミも名前いただいたのでね、はい、本当に、良い年になりました、最後に。ありがとうございました。皆さん、良いお年を。はい、来年も、ね、よろしくお願いしたいです。そして、年明け以降にまたね、はい、キャスラボありますんで、小雨さん、哲夫さん、吉野さん、それぞれ、ステージ、スケジュールをね、開けていただいて、またぜひ、年明け、ね、はい、第一発目とかもね、ぜひ楽しみにしています。はい、はい、ということで、ね、キャスラボはですね、実は今日はこの後、9時から、姫野ひろゆきくんのね、ワークショップ、DTM 系のワークショップもあるんで、ぜひね、お暇な人はそちらの方も訪れてください。そして年内最後のキャスラボは30日ですね。こちらもぜひ楽しみにしてください。年明けは1月3日から予定してます。皆さんもね、都合のいい人はぜひ来てくださいね。では、今年最後の呪文を唱えて終わりたいと思います。小雨さん、キャス。そして、トトさん、ラボ、吉野さんはオンラインと言って、はい、良いお年をで締めたいと思います。全員で良いお年をといきましょう。はい、ではお願いします。キャス、ラボ、オンライン、良いお年を。良いお年を。はい、ありがとうございました。では時間いっぱいまで手を振ってお別れしましょう。I love you より短い言葉を隠した。